夏休みに妹の子供3人預かるから。え？部屋ないし、お前と娘は台所で寝ろ。嫌なら離婚な。ふざけんな、ゴミクズ。え？あ、いや、ごめんなさい。いや、びっくりした。急に切れてんじゃねえよ。ジャスミンさんの言ってたことがあまりにそのままだったから、つい。誰だ、それ。最近仲良くさせてもらってるママ友よ。日本とフィリピンのハーフで、伊藤ジャスミンさんっていうの。そいつが何を言ってたって？妹の子供を預かれ、旦那にそう言われるからちゃんと怒るのよって。なんだそりゃ、予言者か何かかよ。本人曰く、小さい頃に頭を打って以来、予知能力が人間の限界を超えてるって。気味悪いな。実際当たってるしね。でも言われた時は本当に意味がわからなかっただろうな。だってあなたに妹がいるなんて聞いたことないから。それなんだよ。一体どういうことなの？あなたは一人っ子で、両親も早くに亡くしてて、天涯孤独の身のはずよね。ああ、実はお前には言ってなかったんだが、生き別れた妹が一人いるんだ。え？話すと長くなるから説明は完全に省くが、まあ、俺が小学生の頃に何やかんやあったんだよ。その妹さんと急に連絡がついたっていうわけ？そうだ。今はシングルマザーで3人の子供を育ててるらしい。全員小学生だと。そうなんだ。でも20年ぶりに連絡なんて一体どうやって？忘れた。それでな、とにかく子育てが忙しくて気の休まる暇がないらしいんだ。シングルマザーで3人は確かに大変だと思うけど。そんで明日から子供たちが夏休みに入るらしい。そこで今回の話ってわけだ。っていうと？妹を旅行に行かせてやりたい。骨休めだよ。それで預かれって言ってるのね。でもうちは 1DK の小さなアパートだし。久々に兄弟水入らずの時間を過ごしたいんだよ。積もる話もしたいしな。え？なんだよ。あ、いや、私とあなたで子供たちの面倒を見るっていう話じゃなくて。何言ってんだ。俺と妹が旅行に行くから、てめえ一人で子供たちの面倒を見とけって話だよ。いや、ちょっと待って。それで私とカナに台所で寝ろなんて言ってるの？カナはまだ3歳なのよ。涼しくてちょうどいいじゃん。預かるのは 2,3 日くらいだし余裕だろ。全然余裕じゃないわよ。私はその子たちと面識もないし、何かあっても責任なんか取れないし。そこはまあガッツだ。そもそもさ、旅行に子供たちを連れていくって選択肢はないわけ？はあ？子育てに疲れてるから羽伸ばしに行くって話だろ。バカなのか？でも旅行自体が楽しいものではあるし、日常とは違うじゃない。それに俺は子供が嫌いなんだよ、知ってんだろ。あまりはっきり言ってほしくはないけどね。タイムマシンがあったら子作り前に戻りたいくらいだ。その発言はさすがに最低すぎるから撤回して。とにかく生き別れた妹と奇跡的な再会を果たしたんだよ。今回は俺たちのために一肌脱げ。そう言われても。まあお前が何と言おうと預からせるけどな。明日連れてくるから心の準備しとけ。じゃあな、ブス。あ、ちょっと。あまりに一方的で怒りさえ感じます。私はマリコ、30歳。タクロウとは5年前に結婚し、順風満帆な夫婦生活を送っていました。しかし娘のカナが生まれてから夫の態度が一変。ガキってめんどくせえなぁなどと口走るようになり、今では私たち2人を存在に扱うようになりました。その頃から離婚の2文字が頭に浮かび始めたのですが、加えて今回ママ友であるジャスミンさんの言った通り、急に子供を3人も預かれと言ってくるなんて。生き別れた妹さんの話もよくわからない点が多いですし、正直戸惑いを隠すことができません。しかし夫の強引な行動によって私はさらに追い詰められることになるのでした。翌日。ちょっと一回戻ってきて。子供らの面倒よろしく頼んだぞ。3人とも小学生って言ってたよね。全然違うじゃん。ああ、実際は2歳と3歳と5歳だからな。はあ？
本当のことを言ったらまたうだうだ言ってきただろ。めんどくせえのはごめんだからな。私だけで幼児4人の面倒を見るなんてさすがに無理。世の中にはもっとたくさんの子を見てる母親もいる。だったらお前にもできんだろ。自分の子と人様の子じゃ勝手が違うじゃない。子供たちだって不安だろうし。ごちゃごちゃうるせえな。それに妹さんは姿が見えなかったけど。外で待たせといた。普通は挨拶とかするもんなんじゃないの。妹は極度の人見知りなんだ、察しろ。なんかいろいろとおかしいわよ。こないだの話だってよくわからない点が多かったし。おい、カス嫁。誰がカス嫁を。お前ひょっとして俺が浮気してるとでも言いたいのか。そんなことは言ってない。あ、いやごめん、言ってる。だって怪すぎるし。せっかくの旅行に水差すようなこと言いやがって。旅行は1ヶ月延長だ。はぁ、なんでそうなるのよ。俺を疑った罰だ。育児にまみれながら反省しろ。1ヶ月も面倒見るなんて絶対に無理よ。何かあったら責任はお前な。お願いだから戻ってきて。一度3人で話し合いたい。もう無理。バスに乗って成田空港を向かってるから。じゃあ次のバス停で降りて戻ってきて。断る。文句あるなら LINE じゃなくて直接言いに来いよ。はぁ、あ、この状況で動けるわけないじゃない。だよな、知ってて言った。何なのマジで。まあつまり浮気旅行だったとしてもお前には何もできないってわけだ。まるでもう認めてるような言い方ね。仮の話だよ。相手はマジで妹だ。本当に1ヶ月も戻ってこないつもり。ああ、俺たちはエンジョイしてくるから家のこと頼んだぞ。ああ、それから台所で寝るときは自撮りして送ってこい。は？それ見て妹と二人で笑うから。くすすぎ。じゃあな。1時間後。おい、どういうことだよ。どうして隠れるの。さっさと出てきなさい。なんでお前が空港にいるんだ。タクシーに乗って先回りしたの。は？子供たちはどうした。まさか置いてきたのか。そんなわけないじゃん。じゃあ一緒に来たのか。あ、いや、でもお前は一人だったよな。子供たちはジャスミンさんが預かってくれたの。は？あの予知能力がどうとか言ってたやつか。そうよ。あなたに好きかって言われて途方に暮れてたら急にジャスミンさんが来て、旦那が浮気してるよ、早く行きなさいって言ってくれたの。なんだよそいつ。子供たちの面倒も4人くらい朝飯前よって言ってくれてね。何でもフィリピンの保育園でワンオペしてたことがあるらしいわ。知らねえよ。で、どこにいるの。ちょっと妹さんに話を聞きたいんだけど。それは生き別れたってことはあなたの幼い頃の話とかもたくさん知ってるんだよね。いろいろ聞いてみたいな。いや、だからあと戸籍とかも調べさせてほしい。それから20年ぶりにどうやって連絡を取ったのかもね。もう山ほど話したいことがあるのよ。それが済むまでは飛行機になんて絶対乗せない。さあ、もう分かったよ。何が。浮気だよ浮気。妹なんかじゃねえよ。やっぱりか、このクズ。くそ、出発さえしちまえばどうにでもなると思ったのに。ジャスミンさんに感謝だわ。で、誰なのその女。いや、俺もよく知らねえ。は？マッチングアプリでたまたま知り合ったんだ。男女の関係だってまだ1回しかない。それでいきなり浮気旅行。行動力どうなってんの。その方がかえってバレないような気がしたんだよ。俺だって久々に羽伸ばしたかったし。それで生き別れた妹と再会したとか嘘ついたわけ。無計画にも程があるでしょ。邪魔くさい子供を預かってもらうにはそれくらいしか思いつかなかったんだ。それに。それに？所詮マッチングアプリで知り合った女だし、お前が勘ぐり始めたら切り捨てればいいと思ってた。クズすぎ。だからつまりそういうことなんだよ。どういうこと。女お遊びだったって話だ。だから離婚して慰謝料を取ろうなんて考えるなよってこと。この後に及んでお金の心配か。どこまでも最低ね。離婚届はすぐに出すし、慰謝料と養育費も当然払ってもらうから。
たった一度の浮気だぞ。十分でしょう。子供たちまで巻き添えにして、マジでありえないから。金なんて払えん。払わせる。実はこの旅行のために消費者金融にも金を借りちまったんだ。だから無理。は？もう旅行には行かせないんだから、そのお金は私への支払いに回しなさい。それも無理なんだよ。時計とかスーツとかいろいろ買っちまって、もう半分くらいしか残ってないんだ。バカなのかな？そうだよ、バカなんだ。だから許してくれ。嫌よ。あんたの懐事情がどうなってようが必ず支払ってもらうから。そんな、あ、いや、でも離婚なんてしたらカナが悲しむんじゃないか。は？そうだよ、まだ3歳で父親を失うなんてあまりに酷だろ。あなたがカナを語らないで。え？あなたは自分の欲求のためにカナを台所で寝させようとしたのよ。そんな父親ならいない方がマシ。そんな。それよりいい加減姿を現したら、どこに隠れてんのよ。本当に許してくれないのか。うん。どこかの大物女優が言ってたぞ。旦那の浮気は3度まで許してやれって。どこの誰よ。男っていうのは間違って学習していく生き物なんだ。だから頼む、一度でいいからチャンスをくれ。本当に反省してるの？え、ああ、もちろんだ。その言葉を信じられたら私も楽なんだろうけどね。でももう何も考えられない。考えなくていい。ただ俺を信じてくれればいいんだ。だからちょっとジャスミンさんに相談してみるね。え？あなたとの将来が明るいものかどうかを彼女に見てもらうの。いいアイディアでしょ？じゃあ聞いてみろよ。きっと明るいって答えが返ってくるはずだ。すごい自信だね。ちょっと待って。ああ、答えが返ってきたわ。私たちの将来がほんのかすかに見えたって。そうか、なんて言ってた？あなたと娘さんが泣いてるよ。旦那は横で酒飲んでるよ。だって。はあ？浮気は反省しても酒に溺れるってことか。やっぱゴミじゃん。デタラメだろ。そんな言葉信じるな。もちろん絶対にそうなるとは限らないよね。でもなんとなくそうなりそうだから、やっぱり別れとく。なんだよそれ。もういいかな。子供を引き取ってもらわなきゃだし、離婚届も書いてもらわなきゃだから、さっさと出てきて。くそ。早くしないと、出てこい浮気野郎って大声で叫ぶわよ。わかったよ。後日談。観念して出てきた拓郎の脇腹に、私は渾身のボディーブローをお見舞いしました。暴力は絶対にいけないことですが、家にいる子供たちのことを思ったら拳が止まらなかったんです。すみません。離婚が成立し、拓郎には慰謝料と養育費を合わせた1050万円を、相手の女には慰謝料の150万円を請求しました。拓郎は消費者金融への返済もあるため、今はボロアパートに引っ越し、本職に加えアルバイトもしているそうです。支払いが全て終わるまでは頑張ってほしいものですね。今回の一件、ジャスミンさんには本当に助けてもらいました。もし彼女がいなかったら、私は今頃黙って子供たちの面倒を見ていたかもしれません。次に会ったらフィリピン料理でもご馳走しなきゃですね。仕事帰りに白猫寿司の3万円特上コース買ってきて。え？寿司をつまみながらゲームしたいんだよな。そんな理由で？だからよろしく。夕食なら用意してあるから温めて食べてよ。俺は寿司が食べたいんだ。ごちゃごちゃ言わずに買ってこい。先週も白猫寿司だったけど、そんなのばかり食べていたらお金が持たないわ。大企業に勤めて稼いでるくせに。どっちにしても白猫寿司は通り過ぎてるよ。今から戻ると時間かかるし勘弁して。今俺は寿司の口になってる。ちょっと戻るくらいいいだろ。私最近体調が良くなくて、咳してるの聞いてたでしょ。知るか、お前のことなんか見ねえし。今週は残業が続いてるのに、家事も全部私がやってるから疲れてるの。今日は作り置きので我慢して。俺だって仕事で疲れているんだ。お前だけが大変なわけじゃねえよ。ゲームする時間があるんだから、食事温めるくらいしてくれてもいいんじゃない？家事はお前の方が得意だからやらせてあげてるんだ。それなのに文句言って甘えるな。なんなのその言い方。嫌なら離婚しようぜ。離婚
そこまでの必要ないでしょ。なら俺の言うことに逆らうな。意見を言ってるだけだよ。素直じゃない女は男に嫌われるぞ。いや、今さら恋しようと思ってないし。嫌だね。だから老けていくんだよ。結婚してるし、男の人に好かれるようとする必要ないでしょ。旦那にくらい嫌われないようにしろよ。寿司を買えと言われたら文句言わずに買う。金を出せと言われたら出す。無理だから。諦めたらそこで試合終了だぞ。何それ。本ばっかり読んでたくせに兄への名言知らねえとはしらけるな。もうすぐ家に着くわ。バック。本当に疲れているんだって。ならこんなやりとり終わらせて買いに行けばよかっただろう。無駄な体力使うな。寄り道するのが無理なんだけど。可愛くない可愛くない。お前は昔からそうなんだよ。理屈っぽいんだわ。あなたが無茶苦茶なのよ。お寿司つまみながらゲームしたいの。そうじゃなきゃやだ。離婚する。子供が言うなら可愛げがあるけど、30歳男がこのセリフを吐いていると考えるとね。お寿司買わないんなら家に入れないから。フータ、ライン切りまーす。あ、ちょっと。私の名前はミオ。大手企業に勤める30歳の女です。大学時代から交際していた同級生のフータと25歳の時に結婚し、二人で暮らしています。フータは見ての通り亭主関白で、いい夫とは言えません。昔からいい加減な人で、勉強も真面目にせず、就職先も適当に決めていました。私は読書好きで真面目すぎるところがあり、男にあまり縁がありませんでした。自分は男性とどう話していいのかもよくわからなかったほどです。しかし性格が全然違うフータから告白して付き合い結婚するまでに、フータにはうんざりすることは多々あるものの、彼と別れたら一生独身。それが怖いのもあり、彼に従っていたのですが、私の体調などお構いなしに要求はエスカレートする一方でした。でもこの後とんでもない事件が起こり、私はある決断をするのです。1週間後。みっちゃん。え？うちのダメ嫁が出張でしばらく帰ってこないんだよ。たまにはうちで遊ばねえか？みっちゃんって？お前のことだろ、ミカ。ミカだからみっちゃんって呼んでるじゃん。何言ってんの？なるほど、そういうことか。どういうこと？いや、なんでもない、冗談だよ。だよな、びっくりしたわ。急に何を言うのかと思った。私最近仕事で疲れているから。居酒屋のバイトじゃん。若いのに週に数時間程度で疲れるなよ。俺のダメ読みみたいなこと言うなって。奥さんお疲れなの？仕事が忙しいとかほざいてるよ。大変そうね、奥さん。最近残業が多いみたい。まあ残業代いっぱい出るから、その金で遊びに行こうぜ。いいわねそれ。あとはあいつに嫌がらせしてるからな。その効果も出ているかも。何かしたの？あいつが音を上げて出ていくようにいびりまくっているんだよ。家事に文句言ったり、パシリにしまくったり。奥さんかわいそう。お前が早く追い出せって言ったんだろ。そうだったっけ。離婚せがむだけだと浮気を疑われそうだし、だから頑張って心を鬼にしてダメ嫁をいびってるんだぜ。慰謝料を避けるためか。心がお綺麗なあなたには苦行かもね。そういうこと。俺も気が乗らないけど、お前のためなら悪魔にでもなるぜ。奥さんは出て行きそうなの？それが全然。なんで出て行かないんだろう？あいつ昔から堅物で男に縁がなかったからな。俺と別れたら二度と結婚できないと思ってるらしくて、しがみついてくるんだ。あらまあ。本の中の恋愛に憧れていてさ、大学時代に好きって言ったらコロッと落ちやがったよ。なるほど。初めて告白されたらしいし、体制がないから何も考えず OK したんだろうな。奥さん早まったね。あ、やっちゃったな。まあ、あいつがそういう性格なの分かっていたから告白してやったんだ。好きじゃなかったの？あんなもん本気にならねえよ。頭良くていい会社に就職して稼ぎそうだったからな。それで付き合ったんだ。いい会社に就職したからな。底辺企業だったらすぐ捨ててたよ。結婚までしなくてもよかったんじゃないの？夫婦になった方が扱いやすくて便利なんだよ。あいつの稼いだ金も使いやすくなるし。そうかもね。別れなくてもいいけど、君のためならあいつを捨ててもいい。私のために頑張ってくれて嬉しいわ。でもあそこまで粘られてムカつくんだよな。それは大変ね。
気分悪いからストレス発散のために最近あいつの飯に汚物を入れてるんだよ。え？夕飯は作り置きしていることが多いんだよ。あの女が食べるのにはお水とか虫とか入れたりしてさ。そんなおぞましいことしてるの？嫁の最近の疲れは仕事だけじゃなく俺のいびりや異物混入も影響してるんじゃねえかな。それはとんでもない蛮行をしてるのね。自分がされてたら藁人形買ってくるレベルよ。てか異物混入の動画とかお前に送ってるじゃん。そうだっけ？ごめん、私バイトでしんどくてね。おいおい、そんな疲れているんなら俺が癒してやらないとな。それは楽しみね。嫁は出張に行ったからうちに泊まりにおいでよ。あいつ二度と帰ってこなきゃいいのにな。了解。あれ、どうしたの？ああ、そういうことか。うん、泊まることじゃなくて帰らないことに同意したと勘違いしたわ。私みっちゃんだよ。なんで帰ってほしくないのに了解なんて言うのよ。だよな、俺も疲れてるのかもしれんわ。仕事のしすぎ？いびりすぎたのかも。やめる気はないけどな。罰が当たるわよ。お前のためなら神様にも逆らうぜ。キャー、今はかっこいい。そうだろ。お、今は？私、用事思い出したから切るね。こんな時間にかよ。じゃあまた、縁があったらね。なんでやねん。一週間後。おい、ミオ、出張長すぎるじゃねえか。もう終わっているよ。ならさっさと帰ってこい。なんで？誰が飯を作るんだ？最近カップ麺しか食ってねえよ。高級寿司の出前取ればいいんじゃないの？そんな金あるか？お前クレカの口座に金入れてねえだろ。引き落としされてねえし、カードも使えなくなった。そうなんだ。誰も家事しねえから部屋はゴミだらけだし、服は汚れたままだから会社に着ていく服もない。自分でやればいいでしょ。家事はお前の役目だろ。家のことは嫁がやるって大昔から決まっているんだよ。日本の伝統を守れ。みっちゃんにやってもらったら？は？二度と帰ってこなきゃいいのにってみっちゃんに LINE してたじゃん。なんでそれを知ってるんだ？私の LINE 上にスクロールして見てみたら。うわっ、もしかしてあの LINE お前に送っていたのか？最初はミオだからみっちゃんって呼んだのかと思ったよ。でも付き合った時からそんな呼ばれ方したことないし、それで察しちゃった。くさ、あやすな。まさかあれを本気だと思ってるのか？冗談だよ冗談。その言い訳は無理がありすぎるね。浮気なんかしてないから。私浮気なんて言ってないけど。何でもいいからすぐ帰ってこい。クレカ口座に送金しろ。あなたに贈れ物は緑の紙しかないけど。まさかお前離婚する気か？家事できなくても署名くらいはできるでしょ。笑えねえよこんな冗談。冗談じゃないから笑わなくていいよ。クソはやめろ。やみったらしいわ。マジふざけんな。私真面目だけが取り柄のつまらない女なんですが、あと裁判所からも素敵なお便りが届くと思うよ。どういう意味だ？あなたの有責での離婚だから慰謝料はいただかないとね。なんだって？そんなもん払えねえし払う気ねえよ。そう言うと思ったからお便り出すことにしたの。みっちゃんからももらう権利あるけど、取引したから彼女は1割引きの予定よ。どういうことだ？あなたたちがイチャイチャしてた証拠や異物混入の証拠をもらったの。どうやってミカに連絡取ったんだよ？彼女のアカウント探した後別アカ作ってね。俺フータだよって近づいたらお話ししてくれたわ。嘘だろ。慰謝料減額するのと引き換えに証拠をいただいたの。ミカ脅したのかよ。とんでもねえ女だな。向こうから慰謝料だけは勘弁してくださいって泣きついてきたんだよ。あとは私の言うことすべてを素直に聞いてくれたんだから。あの野郎、俺を売るなんていろんなもん買ってやったのに。元は私が稼いだお金でしょ。俺の給料からも少しは出しているわ。いずれ警察署からもお迎えも来るでしょうね。浮気なんかで警察が動くわけねえだろ。またまた、食事に異物混入してたでしょ。あれ傷害罪になるからね。大げさだろそんなの。ただのいたずらじゃないか。病院に行ったら体の中にゴミの破片見つかったし、極刑にしてほしいくらいなんだけどね。悪かったミオ、俺お前がいないとダメなんだ。いやいや、私と結婚したからさらにダメな男になったんでしょ。つまらない女の私と違ってあなたはモテる男だし、自分なんかいなくてもやっていける。慰謝料取られて刑務所デビューした俺に女なんて来るはずない。みっちゃんはもう無理だろうけど他の女性なら大丈夫。頼む、俺とやり直そう。あなたが住んでいる部屋は私名義だから解約しておいた。1ヶ月以内に出ていかないと違約金取られるからね。住む家もなくなるのかよ。
三色付きの塀の中の部屋に住めるから安心して。それ刑務所や。俺めくちゃくちゃ反省してる。お前がどれだけ大切な人か分かったんだ。へえ。心を入れ替えて頑張るから、もう一度一緒に暮らそうぜ。私はこれまで頑張りすぎたし、しばらく休みます。刑務所で訳あり男子と暮らしてください。シャバでお前と一緒に過ごしたい。塀の中には仲間がいっぱいいるから、彼らと作業を頑張ってください。やだやだやだ。じゃああとは私の弁護士とやり取りしてね。ミオ。後日談。フータは浮気だけでなく嫌がらせを日常的に行っていたため、慰謝料は高額に、異物混入が傷害罪となり、刑務所デビューが無事決まりました。会社はクビになり、300万円の慰謝料を支払えなかったので彼の親が立て替えてくれました。現在刑務所でいびられているフータは、1年の刑期を終えても親への多額の借金があるため、前科という肩書きを持ちながら厳しい生活を送ることになるでしょう。フータと別れて浮気相手は生活苦しく大変みたいです。私は会社の同僚と交際を始め、幸せに暮らしています。廃業寸前の食堂のくせに随分余裕をかましてるわね。相変わらず失礼だな。急になんだ。ボロボロの子供があんたの店に入っていくところを見たのよ。どうせタダでご飯出したんでしょう。そりゃ困ってたから。あんたのところに行く前にうちの食堂に来たのよ。土屋はご飯出してあげなかったんだな。金がない人は客じゃないから、ほうきで叩き出してやったわ。小さい子になんてことするんだ。これが普通の対応なの。あんたはお人よしすぎるのよ。かなり痩せ細って顔色も悪かったから心配だったんだよ。ゆなちゃんっていうらしい。まだ7歳なんだけど、家庭状況がどうも複雑そうで。そんなの知ったこっちゃないわ。前だって子供食堂だとかいうふざけたキャンペーンをやってたでしょ。子供好きだし、困っている子がいたら助けてあげたいと思うのは自然な感情だと思うけど。それが甘いのよ。子供は無料で食べられるなんて、お金を出して食べてる家族に失礼じゃない？それは考え方の違いだ。僕は僕のやり方でやる。あんたのせいでうちの食堂にも学校帰りの子供が顔出して何か出せとか言うもんだから風評被害浴びてんのよ。それはごめん。もう余裕がなくて、今キャンペーンの張り紙を剥がしたから許してくれ。キャンペーンどころかもう潰れるでしょうが。お昼時になっても全然客入ってないものね。ああ。まずそうだからかしら。みんな向かいにあるうちの店に来てくれるのよ。知ってる。さっき来てた女の子、ゆなちゃん？あの子も、お食事どころ田畑から出てくるとき、深刻そうな顔をしてたからね。やっぱり変な顔してたよな。相当まずい飯を出したのね。自慢の腕を振るって、子供が好きそうなハンバーグ定食を作ったんだけど、気に入らなかったのかな。子供は正直だって言うしね。さっさと店を畳みなさいよ。親父から受け継いだ店をそう簡単に諦められないよ。あんたのひどい悪評こっちまで届いてるわよ。両親の大事な店を汚したくなかったら今すぐ廃業するのね。その悪評誰が流してるのか気になるな。お客さんでしょ。それがどれも身に覚えのないことばかりなんだ。米に虫が紛れてたとか、肉が生焼けで残したとか。あんたが気づかなかっただけでしょ。でも普通ならその場でクレームを入れないか。直接言えないタイプの人なのよ。でもうちの客で定食を残した人なんていなかった。本当にみんな綺麗に食べてくれるんだ。虫が入ってたり生焼けのハンバーグを全部食べるか、おかしいだろ。それを私に伝えて何の意味があるの。何か知らないかと思って。知るわけないでしょうが。他にも肉は国産とあるのに外国の味がするとかってふざけたコメントもある。それが？これについては君の店がそうじゃないかと疑ってるんだけどな。はあ？うちで使ってる肉はみんな国産で美味しいものよ。そうか。土屋食堂の肉は君の代になってからだいぶ味が落ちたと思うけどね。あんたの舌が正しければ常連はとっくにいなくなるでしょ。土屋食堂の常連はお年寄りが多いだろう。味が分かりづらくなったご老人に対して濃い味付けでごまかしてるように感じたんだけど。食はあるわけ？いや、それはまだ。ならふざけたこと言わないで訴えるわよ。確かに過粛症はないか。申し訳ない。ったく、人の店に嫉妬してる時点で
経営者としてダメダメね。さっさと店閉めてよ。僕の舌は確かだと自負してるので、土屋食堂は絶対に安い肉を出してると思うんだけどな。48歳にもなって職を失おうとしている僕と土屋食堂を受け継いだ彼女は幼馴染といっても、お互いの両親がライバル視をしていたのもあって、僕たちの仲もよくありませんでした。土屋さんは昔から気が強く、手に入れたいものは必ず手に入れるたちなので、低評価も彼女がつけてると疑っています。どちらにしてもうちの食堂はもうダメだろうな。今日ご飯を食べさせたユナちゃんも変な顔して帰っていったし。しかしここで天気が、一応何かあったら連絡してほしいと電話番号だけ渡しておいたのですが、まさかあんな LINE が届くなんて。数日後、はじさん、ただでご飯分けてくれてありがとう。赤羽、もしかしてユナちゃんかな。うん、赤羽ユナだよ。そうか、 LINE ありがとう。あの日はちゃんと家に帰れた。うん、本当は家出してたんだけど、おじさんのご飯食べたらママに会いたくなったから帰ったの。なんか泣きそうになっちゃった。だから変な顔してたのか。とにかく仲直りできたならよかったよ。うん、お礼にお店潰してあげる。え、どういう意味？ユナのパパはヤクザさんなの。だからキューヒョイってやるとお店がなくなっちゃうんだよ。ヤクザ？あの店は潰した方がおじさんのためになると思う。もしかしてご飯がまずかったのかな。違う、すっごく美味しかった。ならどうして？あそこじゃお客さん来ないよ。向かいのおばさんが邪魔してるから。土屋さんのことかな。あの人すごい嫌だったな。ほうきで叩かれたんだよ。みたいだね。怪我はしなかった？大丈夫。でもパパはすごく怒ってるの。だからお店を潰そうって。なんだ、こっちじゃなくて土屋食堂さんの方か。そしたらおじさんも助かるでしょ。うん、そしたらお客さんもたくさん来てくれるだろうね。でもそんなことしちゃダメだ。なんで？確かにあのおばさんは嫌な人なんだけど、それだけの気持ちで人の店を壊すなんてよくないよ。大丈夫、合法的に潰すから。本当に7歳？パパが隣で言ってるの。待って、パパに代わるから。え、ヤクザの？どうも、ユナの父親です。お世話になっております。こちらこそお世話になりまして、ありがとうございました。とんでもない、勝手にご飯あげちゃって大丈夫でしたか？いえ、なんとお礼を言っていいやら。ちゃんとユナには食べるように言ったんですけど、ママと喧嘩してうちのご飯は食べないって言うんですよ。それでお菓子しか食べてくれなくて、そんな時に田畑さんの定食を食べて心変わりしたみたいなんです。だから少し痩せてたんですね。ああ、すみません、失礼なこと。緊張しないでください、ヤクザじゃないので。そうなんですか？今は保育園や幼稚園の経営やベビーグッズの開発をしています。社長さんなんですね。ええ、ユナが生まれてから子供が可愛くて仕方なくて足を洗ったんです。ってことは元ヤクザ？そうなりますね。組を抜けて今でもつながりのある仲間がたくさんいますので、土屋食堂を潰すのは簡単かと思います。あの、ユナちゃんが合法的って言ってましたけど、どういう店を潰すやり方聞きたいですか？私は舌が肥えてるんですよ。様子を見るために土屋食堂の料理を食べましたけど、それでヒューヒョイと潰しますよ。まあ犯罪はしないのでご安心ください。本当でしょうか？ヤクザになったのも家の影響なので、私自身は向いてなかったんですよ。悪いことはしないと約束します。とりあえず数日お待ちくださいね。なんだかわかりませんが、よろしくお願いします。それから娘を助けてくれたあなたのお店を、あ、いや、これは直接会って話します。さらに数日後。あんた、卑怯なことするんじゃないわよ。なんだ？保健所に匿名で100件の通報があったの。そのせいでうちは営業停止になっちゃったのよ。あんたのせいでしょ。俺は何もしてないよ。嘘だ、あんた疑ってたもんね。うちが外国産の安い肉を使ってるって。そういう通報が入ったのか？そう、今日これから保健所の人が確かめに来るのよ。
それで、あの肉は？確かに国産じゃない。あんた以外の客にはバレてなかったんだから、通報しなくてもよかったはずよ。余計なことして。やっぱり詐欺だったか。自分の店が潰れそうだからって、やり返すなんて最低。100件の通報をする時間も、労力もないよ。今も自分の店のことで大忙しだ。じゃあ誰がやったっていうの？赤羽さんだろうね。誰？ユナちゃんのお父さん。君がほうきで叩いて追い出したこのね。その復讐？彼は土屋食堂の焼肉定食を食べたそうだけど、味は肉の質をごまかすために濃くしてあって、それでもその安い肉の臭さは感じたってさ。その味はひどかったそうだよ。いつ来たのかしら。気づかなかった。その男、うちに呼びなさい。ボコボコにしてやるから。ヤクザだけどいいのか？え？舎弟たちに通報させたって言ってたけど、もし呼ぶとなれば組の人もみんな来るんじゃないかな。そんなのダメよ。私は女一人なんだから。じゃあおとなしく警察に捕まってくれ。絶対に嫌。肉を処分したら怪しまれるし、あんたが電話して保健所の人に勘違いだったって電話して止めてよ。多数の通報が入ってるのに僕一人の電話じゃ意味ないだろ。じゃあどうしたらいいの？親から受け継いだ大事な店なのに。本当に大事ならこんなことしないよ。仕方ないじゃない。店も守りたいけど、たくさん稼ぎたかったんだから。だからうちの店の悪評を流したのか？私は知らない。いい加減のこと言わないで。ずっと前にネットの誹謗中傷コメントに情報開示請求をしておいたんだ。その結果がようやく届いた。犯人は土屋さん、君だった。何それ、そんな簡単にバレちゃう？君のせいでどれだけ大変だったと思ってるんだ。僕はただ一生懸命この店を切り盛りしていただけなのに。だって勝ちたかったのよ。はあ？親の代でも土屋食堂の人気はお食事どころ田畑に勝てたことがなかった。それだけのことで？ママもパパも悔しそうにしてた。だから私の代で人気を勝ち取ってやろうと思ったのよ。土屋さんのご両親が悔しがっていたのは僕たちも知ってた。でも二人はお客様に喜んでもらうことを一番としていたはずだ。安価な肉を使った詐欺なんて絶対に許さないだろうね。うるさい、説教すんな。うちの食堂も一緒だ。ライバル店に勝ちたくてやってるわけじゃない。だから経営を続けられないと悟った時はすごく辛かったよ。常連さんが少なくなってとても苦しかった。ふん、うちが潰れても田畑もすぐに潰れるわ。信頼はそうすぐに戻ってこないから。信頼はゆっくり取り戻すよ。そんな資金ないでしょ。赤字で生きていけなくなるわよ。支援してくれる人が現れた。あんなボロ店を？赤羽さんだよ。あんたヤクザに金借りるの？闇金よそれ。借りるんじゃなくて投資だって。あとヤクザっていうのは何？いや、なんでもない。とにかくうちの店はやり直す。少しリノベーションをして町の人たちが安心して来られるいい店にするって決めたんだ。分かった。もうお手上げ。土屋食堂のことは諦めるし、あんたの店も応援してあげる。だから私を助けてよ。そっちにある肉をよこして。嫌だね。お願い、捕まりたくないの。そんなんで許せたら最初から警察なんていないんだよ。絶対に嫌。私は絶対に牢屋には入らないから。分かったわね。後日だ。弱い犬ほどよく吠えるとはこのことですね。保健所の調べで詐欺をしていたことが分かった土屋食堂は廃業。警察からも取り調べを受けて逮捕。金銭を騙し取りライバル店へ嫌がらせをしていることから悪質性が高いと判断され懲役3年に。猶予がつかなくて残念でしたね。僕も営業妨害、誹謗中傷などで彼女に慰謝料200万を請求しました。損失を考えるとこれ以上ですが、牢屋にいる彼女に言っても無駄でしょうね。今は赤羽さんの助けもあり、だんだんお店も賑やかになってきました。投資の条件が一つあって、それはユナちゃんの注文は永遠に無料というもの。それなら大歓迎です。老若にゃんにもかかわらず安心して楽しめるお店になりますように。あんた、なんで母さんの葬儀に来なかったわけ？いつ亡くなったの？一昨日よ。
あんなに世話になったのに、この恩知らず。行くわけないじゃん。マジで言ってんの？何度もリアに電話したのに、使われてない番号だって言われるし。着信なんてなかったよ。もしかして前の番号にかけてない？末尾33の方。あ、もう携帯変えたって LINE したじゃん。ごめん、忘れてた。 LINE 電話でもよかったでしょ。慌ててたからそこまで考えられなかった。もしはお姉ちゃんがやったの？他に誰がいるのよ。一人で大変だったんだから。お父さんの葬儀の時はお姉ちゃんいなくて私とお母さんでやったもん。仕方ないでしょ、入院してたんだから。何が言いたいわけ？お愛子でしょってこと。なんでそんなにのんきなの？親が亡くなったのよ。悲しくないの？全然。ありえない。いつからそんな冷たい人間になっちゃったのよ。お姉ちゃんこそいつから大嘘つきになっちゃったのよ。何の話？母さんならさっき会ったんだけど。え？似てる人がいるなと思って声かけたらお母さんだったよ。東京にいるなんて驚いた。でもなんか急いでたみたいで、お茶する時間まではなかったけどさ。はあ？そんなわけないでしょ？仮装までしたのよ。誰を燃やしたのよ。夢でも見たんじゃないの？あんたこそ大丈夫？実の母の見分けもつかないなんて。意味不明。こんな不謹慎な嘘をつくわけがないでしょ。だから驚いてるのよ。ドッキリなら早めにネタバレして。じゃあ遺骨でも見に来たら？それなら納得するでしょ。骨見たところで誰のかわかんないじゃん。そうだけど。じゃあさ、何が原因で死んだの？事故よ。病気なら前もって知らせることもできたけど、あまりにも急だったから。それが一昨日の話？ありえないよ。リア疲れてるんじゃない？それか精神的な病気を患ったりとかしてない？ないない、毎日楽しいし時間も余裕あるもん。変なことばかり言うから心配よ。病院に行ったら？お姉ちゃんこそ親じゃない人の葬儀あげるなんておかしいから病院行った方がいいよ。あなたと喧嘩する気はないの。とりあえずお線香くらいあげに帰ってきなさい。やだよ、旅費の無駄じゃん。名古屋までの旅費も出せないの？こんな娘じゃお母さんも浮かばれないね。ああ、遺産とかないの？あるわけないでしょ。ギリギリの生活だったみたいだし。なんだ、そんなもの当てにしてたの？あればラッキーみたいな。もういい、あとはこっちでやる。じゃあね。遺産見つかったら連絡よろ。数日後。こういうのをなんて言うんだっけ？形見もらうやつ。形見分けのこと？特にひねりのない名前だったか。とりあえずこの服とか時計もらっていくね。は？あんた帰ってきたの？別に自分の実家にいつ帰ろうと自由でしょ。お姉ちゃん出かけてんの？役所とか銀行とかいろいろ手続きがあるのよ。香典はどこに隠した？全然見当たらないんだけど。なんでそんなものが必要なの？だってそれも半分こでしょ。葬儀費用で消えたの。いくらかかったと思ってんのよ。げー、マジかよ。旅費くらいもらえるかと思ったのに。それくらい持ってるでしょ。はあ、一応位牌とかはちゃんとあるんだ。嘘だと思ってた。嘘なわけないでしょ。一応近所の人にも聞いて回ったんだけど、みんなお葬式出たって言ってた。嘘じゃなかったんだね。本当に疑ってたの？うん、やっぱり私が見たお母さんは見間違いだったんだ。そうよ。私の友達も何人か言ってくれたみたいだね。お礼言わなきゃ。そうして。で、保険はいくら降りるの？あんたそんなにお金に困ってるの？なんでそう思うの？ずっとお金の話しかしないから。確認だよ。もらえるものはもらっときたいじゃん。残念ながら何にも加入してなかった。マジか。保険料払う余裕もなかったのよ、きっと。寂しい老後だね。どちらかでも結婚して孫でも見せてあげられたらよかったんだけど。35歳で独身なのは確かに罪だね。何言ってんのよ、2つしか変わらないのに。私は仕事大好きだから。仕事って言っても売れない劇団員でしょ。ほぼバイトしてるって聞いたけど。まあね、だからお金はあっても困らないの。残念ね。
こっちもお葬式あげるだけで精一杯だったの。にしてもこんないい時計持ってたんだ。お父さんの保険金で買ったって聞いた。いつでも身につけられるようにって。意外とロマンチストなんだ。欲しいなら持っていきなさい。いいの？どうぞ。この家も処分してお金にしたら半分渡す。でも時間かかるから少し待って。売れるかどうかもわからないし。わかった。これで信じてくれた？まあね。あと2時間くらいで帰るけど泊まっていく？うん、忙しいから帰る。そう、また顔出しなさい。はい。数日後。ところでお姉ちゃんはいつ仙台に引っ越すの？は？いいマンション買ったんだね。ママンと二人暮らしなんて羨ましいな。私も仲間に入れてよ。何言ってるのよ。お母さんはもういないの。あなたも確認したでしょ。私の同級生に超がつくドキュンがいてさ。いきなり何の話を。人の葬式に行っては香典も包まないくせに飲み食いして帰る女がいるのよ。それがどうしたの？そいつが来てたって他の同級生から聞いたから、こないだ帰省した時にお礼でもしとくかと思って会いに行ったわけ。律儀なところあるじゃない。そしたらさすが期待を裏切らない同級生だったよ。何が？棺桶の中の写真撮ってた。え？事故で損傷がひどいから開けないようにって注意喚起してたみたいだけど、同級生には聞かなかったみたいね。顔が違うとでも言いたいわけ？別人だね。あれはお母さんじゃない。顔がむくんだりして別人のようになることあるの？にしてもあれは違いすぎる。あんなに痩せてない。しばらく会ってないんだから知らないでしょ。隣のおばさんは直前まで相変わらずふっくらしてたって言ってたけど、人によって見え方が違うのよ。何隠してるの？そっちこそ何疑ってるの？誰の葬式あげたのよ。やめてくれない？母を失った傷がまだ癒えてないの。変なこと言わないで。認めないと思ったよ。だから全部調べた。無職に何ができるのよ。無職でも私には劇団員という仲間がたくさんいる。暇人が数人集まったところで何になるの？暇人の強さを知らないな。品川でお母さんを見つけた後、後輩の劇団員に後をつけさせたの。え？東北方面の新幹線に乗ったから慌てて後輩を乗せた。とりあえずありったけのお金持たせて。お母さんじゃない人をつけて何になるっていうの？お金の無駄だったわね。そうかな。仙台の小さなアパートに入っていくのを確認した。愛知県民が仙台に行くとしたら旅行でしょ？だったら普通ホテルに泊まるよね。知らない。その人は友達の家にでも行ったんじゃないの？まあ居場所は突き止めたから。無駄なことして。それでさ、ここからがすごいんだよ。もういい。あんたの妄想に付き合ってる暇はない。例のドキュンが言うのよ。この棺桶の中の人って駅前にいたホームレスにそっくりだって。あのね、誰がホームレスの顔なんて覚えてんの？適当なこと言ってからかってんのよ。ドキュンを舐めないでもらえるかな。あいつはホームレスにまで食料をねだるせいで、その界隈でも嫌われてるんだから。は？その中でも一番食べ物を恵んでくれてたのが女性のホームレスで、ユキさんって人だったんだって。棺桶の中の人はその人で間違いないって言い張るの。誰がそんなドキュンの言うことを信じるのよ。そうなんだよね。警察にも何度も世話になってるし、自分が言ったところで信用してもらえないよなって言ってた。でしょうね。だから私が行くことにした。は？棺桶に入ってた人間が母じゃない。私は母を見かけて仙台に住んでることも確認。これだけあれば十分でしょ。アホじゃないの。それだけで動いてくれるわけない。そうかな。仙台に住む人の指紋もいただいてきたんだけどな。は？まあ捨てたペットボトルを拾っただけだけど。違法よ。ゴミ拾っただけだもん。お金が欲しいの？いくらで黙ってくれる？さすが保険金を受け取った人は太っ腹だね。いいから金額を言いなさい。それでさっさと消えて。
お金はいらない。あんなに欲しがってたじゃない。ああでも言わないと家に上がり込む理由がないじゃん。わざとやってたの？そうだよ。一応これでも女優なの。売れてないけど。お金がいらないなら何が目的なのよ。真実だよ。本当のことが知りたい。教えたら黙っててくれる？うん。本当に？私だって身内が犯罪者になると将来に響くし困るもん。確かにそうね。で、どういう経緯でこうなっちゃったわけ？夜中だったかな。ホームレスの女性の事故現場に居合わせたの。ひき逃げされて周りには誰もいなかった。私は慌てて救急車を呼ぼうとしたんだけど、お母さんが止めた。なんで？これは私、私が死んだことにしてって言い出したのよ。だからどうして？お母さんすごく借金があってね。私も生活費援助してたけど、変なところからも借りてて返しても返しても減らなかった。なんで借金なんか？まあよくある酒とギャンブルよ。毎晩飲み歩いてたし、パチンコも閉店までいたみたい。なんで止めなかったの？止めたけど聞かなかった。年取ってから頑固でね。そうなんだ。だからってこれは良くないよ。わかってる。でも私の名義でも勝手に借金してて、職場にまで取り立てが来るような状況だったのよ。貧乏な劇団員のあんたに頼れるわけもないし、こうするしかなかった。でもさ、自分はいいよね。親ほったらかして夢を追いかけて好きなことして、私だけが貧乏くじ引かされてさ。悪いとは思ってるよ。これが真実よ。気が済んだ？警察に行きたいならどうぞ。うん、行ってくるね。は？普通行かなくない？うん、普通に行く。だって今の全部嘘だもん。何を根拠に言ってんのよ。お母さんに全部聞いた。なんて言ったか知らないけど嘘に決まってるでしょ。私を悪者にして自分を守ろうとしてんの。お母さんが死んだことにして保険金を手にしようとしたのもあんたの作戦。仙台の小さなアパートにお母さんを追いやったのもあんた。年寄りの妄想に騙されるんじゃないの。お母さん泣いてた。あんなことしたくなかったって。もういいからほっといて。じゃあね。そういうわけにはいかないよ。お母さんは今後ずっとこそこそ生きていかなきゃいけないんだよ。後先短いんだから別にいいじゃない。ひどい。私お姉ちゃんがお母さんを支配してたなんて全く気づかなかった。何の証拠があるのよ。そうだね。お母さんは機械音痴でスマホも扱えない。でもお父さんの形見のボイスレコーダーだけは使えるって知ってた。え？決定的な証拠があるのになぜ黙ってるかわかる？あんたが腐っても娘だからよ。その音声どこにあんの？私が預かった。お母さんが狙われちゃたまらないから。よこせ。音声聞いて震えたよ。クソババア、生きていたければ言うこと聞け。お前はこの世に存在しない人間なんだよ。この金持って消えろ。それはたった500万渡してどうやって生きていけっていうの。戸籍も住民票もないんだよ。働くことだってできないじゃない。あーめんどくせえ。は？のたれ死ねばいいと思ったに決まってんでしょうが。なんて人、これが姉だなんて思いたくもない。思わなくていい。私もあんたのことなんて妹とすら思ってないから。たった3600万の保険金のためにこんなことしたの。たった？このお金でヤクザから追われる生活に終止符が打てるんだよ。喉から手が出るほど欲しいに決まってんでしょ。だからってやっていいことと悪いことの区別もつかないの。ついてたらやってねえわ。お前があのババアに偶然会わなければうまくいってたのに。葬儀の前に私に電話したってのも嘘なんでしょ。私が棺の中を確認したら困るもんね。その通り。保険金は返還することになるから。もうないわ、返済しちゃったし。ないで済まないよ。裁判になるだろうし警察にも捕まる。お願いよ、お姉ちゃんを助けて。やだね。
ヤクザと鬼ごっこするより刑務所に隠れてた方が楽でしょ。このクソガキ、昔からお前は可愛くないんだよ。私もあんたを尊敬したことない。いつもひがみっぽくて死んだ魚のような目をしてて、私が実家に近寄らなかったのはあんたがいるから。でも今は後悔してる。お母さんの様子に気づかなかった自分が憎たらしい。さてどこに逃げよう。もうお金なんてないんでしょ。あるよ、実家売ったから。は？そりゃそうでしょう。親はもういないんだもん。じゃあね。待ちなさい。後日談。警察から逃げられると思ったんでしょうか。だとしたら相当アホですし、一日で捕まるのもアホです。裁判は傍聴していないのでよくわからないのですが、何らかの罪で刑務所入りは確定みたいです。保険会社を騙したことによる詐欺や偽装したことによる罪になるのだと思います。実家は無事取り戻しましたが、近所の目もあり戻れるはずもなく、実家を売却して東京で一緒に住むことに。ドキュンの同級生と私はホームレスの女性の葬儀を小さく取り行いました。姉に逆らえなかった母、その理由を聞いてみると、リアに危害を加えると脅されていたそうです。知らないうちに守られていた。母の強い愛情を今更ながら感じています。今度は私がお母さんを守るからね。母さんの介護ご苦労様。嫁の役目は終わったから今月中には出て行ってね。え、まさかうちの実家に住み続けるつもりだったの？お母さんの四十九日が終わったばかりですし、今後のことは慎吾さんとはまだ何も話してなくて。弟と話すまでもなくない？父さんは15年前に亡くなってるし、家は長女がもらうのが道理ってもんでしょ。慎吾さんもお姉さんと同じ考えならそうしますが、今すぐ聞いてよ。残業でまだ帰ってません。今の時間にいないなら家なんか不要じゃん。慎吾も姉にあげるって言うわよ。仮にそうなったとしても、もう生活基盤ができていますから、すぐ出ていくのは難しいかと。あんたの都合とか知らないし、たった7年同居したからって自分の家になったとでも思ってたの？そういうわけじゃないですけど、母さんの介護する以外に価値のない他人が家族のことに口出さないでくれる？私のことそんな風に思ってたんですか？それ以外になくない？もしかして自分も家族にカウントされてるとでも思ってた？家族だからこそ7年間介護してきたつもりです。盛大な勘違いをつー。ボロ切れみたいな服着て汚い髪振り乱しながらあちこち駆け回ってるみすぼらしい女が家族なわけないじゃん。ずっと私一人で介護してたので、服を買いに行く暇も美容院に行く暇もなかなかありませんでしたからね。それって遠回しに介護しなかった私と慎吾が悪って言ってる？悪いとまでは言ってませんが、介護は嫁がやるものだし、あんたは元からチンチクリンのブスだったから小汚く見えるのも介護のせいじゃないわ。素材が悪いのよ。ひどい言われようですね。だいたい姑の介護してても小綺麗にしてる奥さんなんていくらでもいるじゃん。近所の田村さんとか。あちらのお宅は実の子であるご主人やそのお姉さんがいつも手伝ってくれていたそうですから。ほら、条件はうちと同じなのにクジラとミジンコ並みの差よね。私お姉さんに何かお手伝いしていただきましたっけ？母さんに顔見せに行ってたでしょ。襖を開けて母さん来たよ、じゃあねと言ったら、冷蔵庫の中を漁って私が生協に配達してもらった食材をごっそり持って帰って行かれた記憶しかありませんが、冷蔵庫の中も整理して母さんのご機嫌取りもしてすっごい手伝ってんじゃん。私って偉いわ。冗談ですよね。本気に決まってんでしょ。あんなにサポートしてあげたのに小綺麗にする暇もなかったとか、どの口が言ってんのって感じ。なんというか、もう反論する気も起きません。そもそもロボットに反論する権利なんてないし。は？あんたは家政婦ロボットよ。母さんもそう思ってたわ。お母さんがそうおっしゃってたんですか？口にはしてなかったけど、親子だからね。心の内は透けて見えるの。そうですか。
しかしずうずうしい嫁だわ。介護が終わっても居座り続けようなんて、どういう神経してるのかしら。別にそういうわけではないです。急なことで混乱しているだけで。じゃ、混乱したままでいいからさっさと出て行って。とにかく一度夫と相談しますので。あんたらの話し合いとか関係なく、家は私が相続するからさ。来月までに荷物全部整理して綺麗にしときなよ。私はユキ、35歳です。幼い頃に両親を事故で亡くし、施設で育って高卒で就職し、10年前に社内恋愛の末に2歳年下の慎吾さんと結婚しました。その後も仕事は辞めず、夫婦2馬力でお金を貯めて家を建てようと頑張っていたのですが、7年前に義母が病気で要介護になったのです。夫には愛理さんという独身の姉がいましたが、介護は嫁の仕事と言われ、夫もそれに賛同したので私が介護をすることになりました。義母のとし子さんには結婚当初、姉さん女房であることを理由に嫌味を言われたこともありましたが、介護を始めてからはいい関係を築けていたと思います。夫と義士はただの一度も介護を手伝うことはありませんでしたが、忙しさから文句を言う間もなく月日は流れ、そして7年の闘病の末、義母は天国へと旅立ちました。と思ったら息をつく間もなく、お姉さんからあんな LINE が。私はすぐに夫に相談したのですが、彼の反応は想像とは180度違うものだったのです。30分後。お姉さんのことで相談があるんだけど。こっちにも連絡があった。さっさと出て行け。え？家と土地は姉さんが、現金は俺が相続するってことで話がついた。どうして私に何の相談もなく決めるの？なんで家族でもないお前に相談しなきゃいけないんだよ。私たち夫婦でしょ。お前のことは随分前から妻としても女としても見てない。何それ、何かの冗談よね。誰だって羅生門に出てくる汚い老婆みたいな女が妻なんて嫌だろ。ひどい、あなたまでそんなこと言うなんて。そういうわけだから自分でアパート探すなりしてくれ。まるで自分は一緒に行かないみたいな言い方ね。そりゃそうだろう。誰がしなびたバーバーと住むかよ。別の若々しい女性のところにでも行くの？なんだ、知ってたのか。たまに女性物の香水の匂いが背広についていたから、そうじゃないと信じてたけど。願いも虚しく、裏切ってて悪いな。じゃ離婚ってことで。簡単に言うのね。親がくたばってすぐ離婚って言うと印象が悪いから、少し経ってからと思ってたけど、バレてんなら仕方ないだろ。裏切った上に用済みになったら捨てるなんて、どこまで最低な人なの？なんとでもどうぞ。お前はずっと専業主婦で、弁護士雇う金もないはずだし、こっちに怖いもんはないからな。そこまで言われると、いっそ何の気兼ねもなく出ていけるわ。そりゃよかった。離婚届はリビングに置いておくから、記入しとけ。俺が出す。わかりました。俺は今日から彼女のところに住むけど、俺がいないからって居座るんじゃないぞ。そんなつもりはありません。あ、ちゃんと家の掃除しとかないと承知しないからな。1ヶ月後。お前何しやがった？何のことでしょうか。今日実家に引っ越してきたのに家がなくなってんのよ。ああ、それならあなた方のご要望通り綺麗に更地にしときました。いつ私たちがそんなこと言ったのよ。綺麗にしておけとおっしゃいましたよね。それは掃除しておけって意味で、根こそぎなくせって意味じゃないわよ。あら、そうでしたか。勘違いしてました。お前、俺たちに追い出されたからって腹いせのつもりか。こんなこと許されないぞ。別に、あなた方に許してもらわなくても結構です。そういう問題じゃない。他人の家を勝手に壊すなんて器物損壊だぞ。訴えてやる。私の家ですが。この後に及んでまだそんなこと言ってんの？あんたは家族に納棺だって言ったでし
私の家族はお母さんだけだよ、ボケなせ。え？建物と土地はお母さんの遺言にのっとり、正式に私が相続しました。遺言？相続？何のことよ。俺たちは何も知らないぞ。どこから話せばいいか。あなたたちから出て行けと言われた翌日、お母さんのお姉さんが弁護士さんと一緒にいらっしゃったのよ。北海道にいる年上おばさんが？てか弁護士ってどういうことだよ。私も知らなかったんだけど、お母さん生前に年上さんにお願いしてきちんとした形で遺言書を残していたそうなの。うわ、めんどくさ。でも几帳面な母さんがやりそうなことだわ。いやでも姉さん、それが残ってるならこいつを犯罪者にできるぞ。ああ、そっか。母さんは私と慎吾に遺産を分配してるはずだから、この女には何の権利もないと証明できるのね。数分前のことも覚えてられないなんて、頭の中に綿菓子でも詰まってんの？なんだと？さっき私が正式に相続したと言ったの忘れた？遺言書には遺産のすべてを私に譲ると書かれてあったのよ。は？そんなのありえないだろ。そうよ、家族でもないくせに。あなたたちの言う家族って何？は？病院に連れて行くのも、ご飯を用意するのも、おむつを交換するのも全部私。二人ともお母さんの介護を何一つ手伝いやしなかったわよね。俺たちは仕事をしてたんだから当たり前だろ。だとしても、一緒に住んでるのにお母さんの部屋を覗きもしないで、私にサボるなよって言うだけってどうなの？そんなことする暇もないくらい仕事が忙しかったんだ。どの口が言ってんのよ。他の女とよろしくやってたくせに。彼女とは忙しい間を縫って会ってたんだ。その時間のうち1秒でもお母さんと過ごそうとは思わなかったわけ？それは、まあ、私はちゃんと母さんの様子を見に行ってたし、生協の食材が目当てでお母さんにはコンマ1秒の速さで挨拶しかしてなかった人が、偉そうなこと言わないで。何よ、うるさいわね。私は介護の合間にお母さんとテレビを見たり、編み物をしたり、たくさん話をしたわ。はっ、そんなの嘘だね。お前は結婚してすぐに嫌味を言われてから母さんのことが嫌いだったはずだ。そのことは私が介護を始めてすぐに謝ってくれた。おかげで嫌な思いなんて一つもなく介護できたし、仲良くもなれた。たった7年間一緒に過ごしたからって何？私たちは何十年も母さんの子供として過ごしてきたのに。ただの7年じゃないわ、最後の7年よ。え？私は少しでもお母さんが穏やかに楽しく過ごせるよう努力したわ。あなたたちはどう？たった一つでもお母さんのために何かした？それは、私は何度も言ったわよね、少しでいいからお母さんと話をして、天気の話でも何でもいい、一緒に過ごしてあげてと。でもあなたたちは私の言葉を聞かなかった。だから仕事が。黙れ。え？私がなぜあんなにしつこくお母さんと話せと言ったかわかる？そう、お母さんね、いつもあなたたちが子供の頃の話ばかりしてた。慎吾は泣き虫でね、愛理はガキ大将だったの、本当よ。二人とも可愛かったんだから、今も可愛いけどねって、そうやって会いに来ない二人のことをずっと思っていたのよ。母さん、それなのにこの後に及んでまだ仕事が忙しかったなんて言ったら、その口に拳ぶち込むぞ。実の息子と娘から見向きもされなかったお母さんの気持ちを考えてもなお、そんなことが言えるの？その、はっきりしなさいよ。本当に仕事が忙しくて話す間もなかった？どうなの？本当は母さんの介護とかめんどくさくて。やっと本音が出たわね。なんかごめん。ちょっと何丸め込まれてんのよ。こいつは他人のくせに遺産をかすめ取ろうとしてるクソ女なのよ。私本当は遺産は放棄するつもりだったの。お母さんの気持ちはありがたいけど、さすがに嫁の私がもらうわけにはいかないって。だったらなんで？俊江さんがお母さんのお財布に入っていた写真を見せてくれて、何年か前の春、窓から見える桜が綺麗な日に、
私と一緒に撮った写真だった。それが何だったの？その写真の裏にお母さんの字で娘との一枚って書いてあったのよ。え？私本当に嬉しくて、お母さんは私のことを娘だと、あの家で唯一私を家族だと思ってくれていたんだって。だから娘として遺産を相続することに決めたの。つまり母さんは本当の娘の私を捨てたってこと？まだわからない。あなたたちがお母さんを捨てたのよ。やだそんな言い方。お母さんは私に手紙も残してくださってて、それも私を後押ししてくれた。私たちには何一つ残してないのに、あんただけ手紙まであるなんておかしいわ。本当は遺言も何もかもあんたの作り話じゃないの？まだそんなこと言うんだ。もうよそうよ、お姉さん。簡単に騙されたあんたは黙ってて。やめろって。姉さんだって本当はユキの言ってることが嘘じゃないって分かってるだろ。うるさい。あんたはそれでいいの？私たち何ももらえないんだよ。仕方ないだろ。ユキの言う通り、俺たちが母さんを捨てたんだ。とんだ親不孝者だよ。慎吾。昔は俺がよく母さんとテレビを見てしょうもないことで何時間も話して笑ってた。ユキが同じようにそうしてるとき、俺も混ざればよかった。姉さんだってそういうのあるだろ。私も小さい頃、母さんにたくさん編み物を教えてもらったな。母さん、私とも一緒にやりたかったのかな。俺はこれ以上、天国の母さんを悲しませたくない。私も、母さんには昔みたいに、笑っててほしい。ユキ、悪かった。今さら謝ったところで、お母さんは戻ってこないし、あなたが私を裏切って浮気をしたことが許されるわけじゃないわよ。わかってる。慰謝料もいい値で払うよ。そう。どうやら最後の最後に分かってくれたようね。ああ。姉さんももういいだろ。ええ。ごめんなさい。ユキ、この7年間、一人で辛い思いをさせて悪かった。何言ってるの？私は7年間、幸せだった。今更俺たちに気を使わなくてもいいよ。失礼ね。嘘じゃないわ。お母さんが残してくれた手紙を読んで、心の底からそう思えたもの。そうか。母さんがどんな手紙を残したか、俺たちには見る権利もないよな。本気で反省したなら、二人でお母さんのお墓をしっかり守ったよ。今度こそちゃんと会いに行って話をするわ。聞いてくれるかわからないけど。今まで本当にすまなかった。それから、ありがとう。どういたしまして。じゃあね。ユキさんへ。あなたが家族になってくれて、私は本当に幸せでした。息子と結婚したばかりの頃、あなたが息子より年上だという理由だけで、嫌なことを言って、本当にごめんなさい。介護をしてもらうようになって、そのことを謝ったら、あなたは、そんな昔のこと忘れちゃいました、と、ケロッと笑ってくれて、私は救われました。それからは慎吾や愛理が顔を出さない中で、あなたは私が寂しくないように一緒にワイドショーを見て、くだらないことで口論をしたり、編み物をしたことなかったあなたが頑張って私のために手袋を編んでくれたり、あなたとたわいもないことをして過ごす時間はとても楽しかった。今私がこんなに穏やかな最後を迎えられるのは、すべてユキさんのおかげです。感謝してもしきれません。同時に子供たちのことで迷惑をかけてごめんなさい。遺産の件は姉から聞いていると思いますが、これは私から息子と娘への最後のしつけでもあるので、どうか遠慮しないで
受け取ってください。あなたは私にとってかけがえのない娘です。あなたが編んでくれた指が6本ある手袋は私の宝物です。だからどうか幸せになってください。私はそれを何よりも願っています。ありがとう、母より。雨が降るって言うから、お宅の車ガレージから出してくれない？どうしてですか？そりゃもちろん、私の車を入れるからよ。はい？どうして悦子さんの車をうちのガレージに入れるんですか？悦子さん家にもガレージありますよね。うちね、工事中なのよ。しかもガラスコーティングしたばかりだから、汚したくないのよね。ご近所さんなんだからいいでしょ？うちの車は汚れてもいいっていう意味に聞こえますけど。もちろんそういう意味よ。アミさんの車ボロボロじゃない？ガレージに入れる必要ないでしょ？っていうかそんな車入れたらガレージがかわいそうよ。ひどくないですか？どこが？誰が見ても私の高級車をガレージに入れた方がいいって言うわよ。そんな勝手な話、誰もうなずきませんよ。あらそう？これって価値観の違いなのかしら？そうですね。おっしゃる通りだと思います。私たち価値観合わないので、今回みたいな LINE は二度としないでくださいね。まあ、怖い。注意されちゃったわ。ご近所さんに教えなくっちゃ。変な噂流さないでくださいよ。って言ってる矢先に、自治体のグループ LINE に書いてるし。ざまあ、どんどん既読してるわ。これ、なんで話が逆になってるんですか？はい？何ざましょう。悦子さんのガレージに私が勝手に車を止めてることになってますけど。あら、そう？変なの。すごいバッシング来てるし、もう違うのに、すごい誤解されてる。ふふふだ。あ、なんでこんな写真載せるんですか？これのことかしら。かわいそうでしょ？明らかな創作ですよね。普通窓ガラス越しに写真撮りませんから。そう？みんなはそう思わないみたいよ。すっごい同情されてる。なんで？人ってね、かわいそうな人には手を差し伸べたくなるものなのよ。悲劇のヒロイン気取り、楽しいですか？楽しいわよ。私って美しいから、泣いても絵になるのよね。どんどん非難のライン入ってくる。早く本当のこと伝えなくちゃ。無理無理。わかったらすぐにガレージから車出して。嫌ですよ。こんな卑怯な手使うなんて。ますます貸す気なくなりました。あら、やだ、大変。ちょっとちょっと。あなたの旦那さん事故ったみたいよ。ツイッターに載ってるわ。本当ですか？私ツイッターやってないので見方わかんないんですよ。これは早く言ってあげた方がいいわよ。すごく困ってるみたい。スーパーヤッホーの駐車場ですって。これじゃあ旦那さんの車動かないわね。確か車で10分くらいのところでしたよね。そうよ。急いだ方がいいわよ。教えていただいてありがとうございます。悦子さんって意外といい人なんですね。誤解してすみません。すぐに向かいます。気をつけて行ってらしてね。悦子さん、騙しましたね。もう帰っていらしたの？お帰りなさい。夫はまだ会社にいました。あくどい嘘つくのやめてくださいよ。あれあれ？誰かと間違えちゃったのかな？ちゃんと確認もしないで出た私にも落ち度はありますけど、その隙にガレージに車止めるなんて信じられない。ガレージの鍵閉めていなかったのはアミさんよね。それはそうですが、すごく急いでいたので。ほら、あなたが悪いんじゃない。私のせいにしないで。またみんなに LINE しちゃうわよ。なんて卑怯なの？うちの車このままじゃ路中になっちゃいます。今すぐ悦子さんの車ガレージから出してください。もう一台止めるスペースあるじゃない。それは夫の車を止めるスペースです。っていうか、こんな真ん中に止められたら私の車さえ入りませんよ。やだ、気がつかなかった。ごめんなさいね。でもほんの一歩遅かったわ。私もう家にいないのよ。どこにいるんですか？今日はね、実家で私のお誕生会なの。さっきパパがお迎えに来てくれたのよ。
あれ？お祝いの言葉はないの？36歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとう。私幸せになるわ。幸せになる？結婚式とかならわかりますけど、誕生日でその返事はないですよね。私たちって本当に気が合わないわね。そうですね。それで何時にお帰りですか？今日はお泊まりよ。帰るのは明後日になるわ。夫が出張中だから実家でゆっくり過ごすの。はい？それまでうちのガレージに車止めっぱなしってことですか？そういうことになるわね。うちの車はどこに止めればいいんでしょう？近くのコインパーキングに止めたらいいじゃない。悦子さんがコインパーキング使ってください。いやよ、お金かかるじゃない。それでなくてもガレージ工事して大変なのに。もうお誕生会始まるし、わがまま言わないで。私だってお金かかりますよ。自分勝手なこと言ってるのは悦子さんですけど、それについてはどうお考えですか？仕方ないわよね。スーパーもそうだけど、駐車場って早く止めたもの勝ちでしょ？合ってるような合ってないような。私はね、空いてる駐車場に止めただけなの。だから悪くない。わかりました。あら、急に物分かり良くなったわね。私も悦子さんから駐車場代いただきます。1日1万なので、明後日お戻りなら3日で3万請求しますから。高い。ブラッキーなあなた。私に車止めさせておいて金ぶんどろうなんて、普通の神経じゃないわね。普通の神経じゃないのは悦子さんですよ。くだらなくて話してるのも疲れるわ。お誕生会台無しになっちゃう。もういいかしら。明後日までお車よろしくね。あれ、待ってください。悦子さん、ちょっとこれおかしくないですか？大事なことなので返事してください。って未読スルーしないでください。ちょっと、これどういうことよ。はいはい、どうしました？なんでガレージのシャッター閉めてないの？車がびしょびしょじゃない。閉めてって言われてませんから。なんですって？人様の車預かったら丁寧に扱うものでしょ。預かってません。悦子さんが勝手に止めただけです。なんて言い方残暑。因果応報ですね。言ったわね。こうなったらまたみんなに LINE してやる。ふん、思い知るがいいわ。また書きましたね。もうやめた方がいいですよ。ほら、言わんこっちゃない。来た来た、バッシングの嵐よ。あれ、私？なんで私がバッシングされるのよ。一昨日のこと皆さんにしっかり話しておきました。その上でガレージ開けて、悦子さんが車をうちに止めてったことを教えたんです。なんですって？バンバン LINE 来てますね。やだこれ。いい加減にしなさい。迷惑行為禁止、自治体の LINE を使用に使うなって、他にもどんどん送られてくる。ちょっとどうにかしてよ。自分が自治体の LINE に書いたんですよね。皆さんに謝った方がいいですよ。まあどうしよう。それより警察がもうすぐ来るので、今度は逃げずに対応してくださいね。戻ってきてもらうために黙って止めさせてたんですから。え？最初車の前しか見ていなかったので気づかなかったんですが、悦子さんの車、後ろのバンパーベコベコでびっくりしましたよ。まさか人にぶつけたんじゃないですよね？それは違うわ。止まってる車にぶつけちゃったのよ。どこでですか？スーパーヤッホーよ。やっぱりそうだったんですね。それを隠すためにうちの駐車場使ったんですか？悦子さんのガレージ工事してる様子なかったので、変だなって思ってたんです。見たのね？はい、見に行きました。あとスーパーヤッホーに当て逃げ犯人探してるって貼ってありましたよ。目撃者もいて、すでに情報提供した方がいました。え？ご近所の方で目撃した人が来て、当て逃げした車に似てるけど、この車アミさんのじゃないわよねって聞いてきたんです。それで事情を話したら、その人がすぐに警察に連絡したんですよ。え？何って？それで警察の人が私に事情を聞きに来たので、持ち主が今日戻ることを伝えたら、戻り次第通報してほしいと言われたので、さっき連絡しました。ほとぼりが冷めるまで隠しておいてほしかっただけなのよ。後でこっそり修理しようと思ってたの。あ、
遠くでサイレンの音する。パトカーそろそろ来ますね。警察署近いから早い。まずいんじゃない？すっごいまずい状況だわ。どうしましょう。もう頭が回らないわ。どっちみち逃げられないので、そのままフリーズしててください。ねえ、私どうなっちゃうの？ググってみたらどうですか？そうね、ググるわ。1年以下の懲役、10万以下の罰金ですって。どうしましょう。あちゃー、やっちゃいましたね。逃げなきゃよかったのに。これって夫に離婚されるパターンのやつじゃない？今日出張から戻ってくるのよ。ああ、あの大人気の動画ですよね。そのパターンそのものですね。まさか身近にそんな人見れるなんて思ってませんでした。じゃあそろそろ謝りましょうか。ごめんなさい、悪気はなかったの。許してくださらない？いい感じです。では私も。嫌です、お断りします。そんなこと言わないで。お願いよ、警察にもうまく言ってくれない？本当のこと話します。勝手に駐車したので、多分不法侵入にもなりますよ。え、何それ、聞いてないわよ。待って、まだ謝りきれてないわ。ブロックしないで。いいえ、ブロックします。不法侵入とやらだけでもどうにかならない？あれ、既読にならないわ。え、ブロックされるってこれなの？どうしましょう、本当に困るわ。お願い、助けてください。その後、警察から事情聴取を受け、悪質性が高いと判断されて10万円の罰金となりました。相手の車がかなり高級車だったため、修理費は150万を請求されたそうです。保険で直そうとしたところ、旦那さんから保険は使わせない、離婚もすると言われ、身一つで追い出されてしまったのです。悦子さんが使っていた車の修理代も請求されているそうなので、これから昼も夜も必死に働いて支払うしかないですね。さらに駐車場を勝手に使用したことで不法侵入となり、プラス10万円の罰金も言い渡されました。私はボロボロの車に乗っていることで事件に巻き込まれそうになったため、夫が欲しかったミニクーパーを買ってくれました。来週の休みは夫と2人でドライブデートの予定です。タイタニックごっこできるね。え？幼稚園で話してんの聞いたよ。豪華客船で旅行するんでしょ？私も連れてって。また盗み聞きしてたんだ。あんなところで話す方が悪いんでしょ？私、園庭の隅っこで小さな声で話してたのに。1から10まで全部聞いちゃったよ。だから私のことも連れてってね。そんな簡単に、はいどうぞって言える話じゃないよ。ヨーロッパ周遊旅行なんて憧れるわ。私の夢なの。お願い。いや、お願いされても困るって。なんでよ。結婚10年目の記念旅行なの。子供と3人で春休み全部使って行ってこようと思ってるのよ。贅沢な春休み。だからユキさんを連れて行くことはできないの。前に温泉ついてったら宿代払ってくれたよね。あの時と同じと思えばいいよ。あの時は参ったわ。宿に着いたらロビーにいたわね。お金持ってなかったからおごってくれたでしょ。太っ腹な旦那さんだよね。さすが社長さん。あれはおごったんじゃなくて貸してあげただけよ。未だに返してもらってないけど、あの時のことは今でも後悔してる。細かいことはいいじゃん。今は船の話よ。ごめん、船だけは無理。それに一人追加するので数百万の世界なのよ。うっそ、そんなに高いの？やだ、ますます乗ってみたくなったじゃん。温泉宿一泊の値段とは比べ物にならないでしょ。それに予約をしないと乗船することもできないよ。私の代わりに予約してお金払っといてよ。ユキさんのその言葉だけは信じられない。ひど。まずは温泉宿のお金を返して。会うたびに言うけど全然返す気ないでしょ。ねえねえ、船の中って食べ放題なんだよね。この話になると絶対無視するよね。食事楽しみ。楽しみって言われてもいけないんだけど。美和さんってさ、ほんと空気読めないよね。え？人が盛り上がってる時にそういう水を差す発言する？いや、現実問題無理だからそう言ってるんだけど。わかった、じゃあおごれって言わなければいいってこと？どういう意味？自力で船に乗ればいいんだよね。
そりゃちゃんと手配して乗れれば問題はないけど。わかった、じゃあそのつもりで動くわ。一番安いプランで80万くらいだった気がするけど大丈夫？は？バカにしてんの？そうじゃなくて、いつもお金ないとか言ってるから心配で。憧れの豪華客船を前に80万くらいで騒いでどうすんのよ。本当に行くつもりなの？当然よ、何が何でも言ってやる。その前に10日間もお子さんはどうするつもり？義両親に預けるわ。孫が10日もいるってだけで喜ぶわよ。おまけに嫁がいないんだから最高なんじゃないかしら。ちゃんと現地まで行けるの？余裕よ。私たちはあくまでもノータッチだからね。そんなこと言ってもなんだかんだで美和さんが優しいの知ってるから。無理よ、せっかくの船旅邪魔されたくない。はいはい、じゃあそういうことで。私は美和、35歳の主婦です。同じ幼稚園に子供を通わせているママ友のゆきさんは普段からこんな人です。人の身につけているものを見ればいいな、ちょうだい、人の旅行の話を聞けばいいな、私も連れてってとなるのです。正直なところ距離は置きたいのですが、あちらがガンガン詰めてくるので拒絶することもできず困っています。しかしクルーズ旅行までついてくると言い出すとは思いもしませんでした。とても生活に余裕があるようには見えませんし、旅費は80万とはいえ、寄港地や船内での買い物でもお金は必要ですし、それ以上にお金はかかるのです。おそらく無理だろうと思っていましたし、仮に来たとしても船内は広く人も多いためなかなか会うこともないだろうと楽観的に考えていました。しかし私の想像をはるかに超えることを彼女はやってのけたのでした。数日後、豪華客船の興奮で何も手につかないわ。本当に行くつもりなの？当たり前じゃない、その気で準備してるんだから。そうなんだ。私事情があって大きな荷物持っていけないの。だから美和さんのスーツケースに私の荷物入れてくれない？どういうこと？スーツケース買うお金もないし、さすがにリュック一つじゃ足りないじゃん。私も子供の服とか入れるから余裕ないよ。ぎゅうぎゅうに詰めればどうにかなるでしょ。ねえ、本当に大丈夫なの？何が？余計なお世話かもしれないけど、スーツケースも買う余裕がないのに乗船代払えるのかなって。余計なお世話？私は行くって言ったら行くの。大丈夫ならいいんだけど。だって船に乗りさえすれば食事はタダなんだよね。天国じゃん。あれ、今夫が玄関前に段ボールが山積みになってたって言ってるんだけど。ああそれ、さっき言ってたやつ。その荷物そっちで運んでね。はい。こんな大量に持っていくの？引っ越しじゃないんだからさ、5箱もあるよ。どんな出会いがあるかわからないじゃない。おしゃれしなくちゃ。結婚してるよね。素敵な人がいたらすぐに旦那を捨てて乗り換えるわ。人生はサーフィンと同じ、いい波が来たら乗り換えるの。私にはわからない感覚だわ。私が身軽で行きたいから荷物頼んだわよ。こんなにたくさん本当に無理。何言ってんのよ、私を連れて行くって決めたのは美和さんよ。なんでそんなことになってるわけ？私断ったよね。船の中では仲良くしましょうね。頼りっきりになっちゃうかも。別行動でお願いします、せっかくの家族旅行なので。ネットで調べたらアルコール代は含まれないって言うじゃない。私大酒飲みだからお支払いよろしく。ちょっと勘弁してよ、絶対に嫌だからね。タイタニック楽しみ。数週間後、海の風が気持ちいいわね。タイタニックごっこするにも相手がいないから早く捕まえなきゃ。本当に来ちゃったの？どうやって？別に普通に来たけど。よく余裕あったね、温泉代も返せないのに。これくらいなんともないわよ。どこにいるの？私は甲板に出てるわよ。どこだろう、人が多いから見つからないな。豪華客船ってこんなに大きいのね、びっくりしたわ。中も広いわよ。しかし美和さんひどいよ、段ボールごと返しに来るなんて。人の荷物まで持っていくなんてできるわけないでしょ。おかげでリュックパンパンだよ。ったくもう、なんで意地でもリュックなのよ。ねえ見える？プールに滑り台までついてる。水着リュックに入れてきてよかった。滑り台？うん、あれ楽しそうね。ついてないんだけど。嘘、ついてるじゃない、赤い滑り台が。いや、ないよ。どういうこと？今すぐチケット確認して、なんていう船か教えて。チケットなんかないよ。ないわけないでしょ。じゃあどうやって乗ったのよ。うふふじゃなくてさ、こういうのをなんて言うんだっけ？密航？は？嘘でしょ？
マジ？一体どうやって？まあちょっとね、秘密のルートがあって。そんなことが可能なの？可能だったから乗り込めたんでしょ、バカね。信じられない。だからたくさんの荷物を私に押し付けようとしたんだ。さすがにスーツケース持って乗り込むのは無理そうだったから。なんて人なの？へへ。どこから乗ったの？港だけど。港はわかる。どこの港？横浜だけど。はい。だからゴールドプリンセスって船なんでしょ？ちゃんと乗ったから大丈夫だって。違う船なんだけど。え？私たちはイギリス発着のプラチナクイーンっていう船。え、嘘？イギリス？港といえば横浜じゃないの？騙したわね。だからいろいろ大丈夫か聞いたよね。現地まで来れるのとかも。大丈夫大丈夫って何も聞かなかったんでしょ？まさかイギリス発着とは思いもしないじゃないの。日本から乗るよりヨーロッパをたくさん回れるからこっちの方が効率がいいのよ。信じられない。お金持ってきてないのにどうやって暮らせっていうの？っていうか船内は基本的にクルーズカードで支払いをするんだよ。は？クレカで後払いになってるの。いちいち現金は持ち歩かないわ。潜り込んだ私はそんなカードを持ってないわよ。そもそもどこに寝泊まりするつもりだったの？おたくらの部屋に決まってるでしょ。夫もいるのに。やだよ、考えられない。あーやだ、どうしよう。次の港で降りようかな。え、もう出航してるの？次は香港とか行ってたかな。完全に密入国じゃん。マジで相当やばいよ。え、そうなの？次でしれっと降りればバレなくない？バスみたいに言わないで。飛行地に降りる時だって入国審査はあるよ。パスポートはもちろん持ってるよね。持ってるわけないじゃん。飛行機乗るわけじゃあるまいし。ダメだ、アホすぎる。ダメなの？ユキさん、完全にアウトだよ。しれっとしてればバレないって。今からご飯食べてくるわ。やめた方がいい、無銭飲食になるよ。たくさんあるんだから少し食べたくらいじゃバレないって。基本何をするにもクルーズカードが必要だからすぐにバレると思う。船内で逮捕されるよ。バッカじゃないの？ここに警察がいるわけないじゃん。船内は確か船長が逮捕できるんじゃなかったかな。いる場所によってどこの国の法律で裁かれるかわからないけど。私もしかしてヤバくない？うん。そして今の今まで気づかないのもヤバい。やだ、ドキドキしてきた。今さら？助けてよ。無理だよ、イギリスだもん。どうしよう。私こんな大変な犯罪知ってて黙ってるの怖いから通報させてもらうね。やめてよ。だって LINE のやり取りとか見られて共犯とか思われたくないし。無理だってば。こんなところで逮捕されたら私どうなっちゃうのよ。その国の法律で裁かれるかと。不法入国って結構やばいよ。あんたが悪いのよ。は？何もかもあんたのせいよ。責任取れ。勝手についてくるって言ったのはそっちでしょ。私一度も OK なんかしてないから。イギリスなんて聞いてない。人の話1から10まで盗み聞きしてたんでしょ。私その時もイギリスから乗ることちゃんと話してたから。イギリスだったらこんなことしなかったわよ。知ったこっちゃないわよ。なんで私のせいにされなきゃならないわけ。頭きた、速攻通報してやる。あ、お願い、やめて。やめるわけないでしょ。もう少ししたらあなたの捜索が始まるわね。忙しいスタッフの手を煩わせるの悪いから自分から申し出た方がいいわよ。そんな。逃げれば罪が重くなるわよ。すでに密航に不法入国に重罪人だけど。やだやだ、助けて。そんな力私にはないので、異国で裁かれてしっかり反省してきて。二度と会うこともないでしょうけど。そんなこと言わないで。私は今から客船を満喫するの。くだらない犯罪者の相手をしてる暇はないのよ。船降りたい。後日談。あれだけ注意したのにもかかわらず、船内の食事を満喫し観光しまくり、次の寄港地である香港で逃げようとして捕まったユキ。香港で降りたところでお金がないならどうするつもりだったのでしょうか。ドキュンの脳内は本当に理解不能です。言うまでもありませんが、旦那さんは激怒し離婚を決意。いずれ戻ってくるであろうその時に出迎えてくれる家族はいないようです。一方、私たちは最高のクルーズ旅行を満喫しました。食事はもちろんのこと、フィットネスにダンスパーティーにたくさんのイベントを堪能。これはハマりますね。絶対また行きたいと思います。
おい ATM 残高が足りない。それ俺のこと？決まってんでしょ、名前呼ぶより分かりやすいと思って。それとも暗証番号720の方がいい？なんだよその番号。あんたは私の ATM だからね、暗証番号でもありかと。それがなんで720なんだ？あんたの名前は夏尾だろ、夏尾ぴったり。おお、なるほど。でしょ、私って冴えてる。すごいすごい。ってそんな話じゃない、お金がないんだってば。また結婚して3ヶ月だけど毎月そんなこと言ってるよ。だってもう使っちゃったんだからしょうがないでしょ。まだ給料日まで10日もあるよ。え、そう、案外長く持ったね。もっと早くなくなるかと思ったのに。何言ってるんだ、俺は小遣いももらってないし、あと10日の生活費はどうするんだよ。3日で使い切る予定だったのに20日もかかるとは、私としたことがなんたる不覚。ふざけてるのか。大真面目だよ ATM 君。その呼び方好きになれない。まだ分かっていないのね。何よ。結婚したら男は妻の ATM と化す。君は私の ATM なのだ。分かりやすいように本当にキャッシュカードの暗証番号720にしたらどう？数が一つ足りない。第一、そんなの分かりやすすぎるだろう。盗まれたら終わりだ。引っかからないか。そうしたらあんたの他の通帳も下ろし放題だと思ったのに。給料の振込通帳は君が持ってるじゃないか、それで十分だろ。だってあんた結婚前から貯金していた通帳他に持っているでしょ。それは俺のお金だ。やっぱり持っているのね。盗む気だな。人聞きの悪い。あなたのものは私のもの、君に渡したら一瞬でなくなる。あなたには私の夫という限りなく栄光な地位が与えられたんだから、それくらい大したことないじゃない。もっと ATM に徹しろ。そういうつもりで結婚していない。そうじゃなきゃ結婚する意味ないでしょ。俺は温かい家庭を作りたいんだそのセリフが寒い。俺を好きで結婚してくれたんじゃないの。何その全身が凍りつくような寒々しい言葉。俺が想像していた結婚生活と違いすぎる。現実はこんなもんよ。結婚に甘い夢を見てるんじゃない。せめて新婚の間くらい甘くてもいいじゃないか。無理無理、あなたと甘い雰囲気なんて想像できない。それじゃあ結婚した意味がない。私ほどの女があんたみたいな三条男と結婚してやったのよ。もっと感謝すべきでしょ。君だってもう29だし、一つしか違わないじゃないか。それでも20代であることには違いない。そうだけど来年には君も30だ。そこは今は忘れよう。ずいぶん都合がいいな。あなたはただ真面目だけが取り柄の社内一冴えない男。そんな私とあんたは美女と野獣。そこまで言うか。私は社内一美人と歌われた女よ。なんだそれ。伝わりやすいように音楽調にしたの、ミュージカル仕立てよ。かえって分かりづらい。やっぱ LINE じゃ無理ね。今度目の前で歌ってあげる、美女と野獣の主題歌。それだけはやめてくれ。なんでよ。サナの歌聞いたら3日は食事が喉を通らない。初めてカラオケに一緒に行った時は3日間下痢した。私の歌ってそんなに爆発力があるのね。もしかしたらプロになれるかも。ある意味一度聞いたら忘れられない破壊力はある。そんな私を嫁にもらえたあんたは過保護者。それに値する対価を払うのも当然。俺の給料全部使ってるじゃないか。もっと稼げ。残業でも何でもして馬車馬のように働いて私に貢げ。文句があるなら離婚だよ。そうなのか。私のような美人の妻を失うなんてあんたには耐え難いことでしょ。まあそれならおとなしく ATM していなさい。あと足りない分早く出して。あんた貯金あるでしょ。それは使いたくない。俺が結婚前から貯めていたお金だ。妻がひもじい思いをしてもいいの。普通に生活していたら足りなくなるはずがない。私に普通を求めるな。私は高慢な女よ。確かに違う。間違った。私は高貴な女よ。どういうところが。そこはかとなく漂うオーラがあるでしょ。めちゃめちゃきつい香水の匂いしか漂ってないけど。高級ブランドの香水よ。この匂いがわからないなんてダッサい男。早く金出せ。わかったわね。10日後。今日は待ちに待った給料日。歌うな。 LINE だと分かっててもお腹の具合が悪くなる。でもあなたこの間私の歌を聞いてお金差し出したじゃない。感動したからでしょ。体調不良になりたくなかったからだ。
ブルブル震えて興奮して汗までかいて喜んでたし、全身に悪寒が走って冷め気がして冷や汗かいたんだ。あんなに喜んでたくせに、どこをどう見たらそう解釈できるのか理解不能だ。あんたってひねくれてるから喜びを素直に表せないタイプなのかと思って。俺は正直この上ない。まあそんなことどうでもいいわ。せっかくの給料日なのに楽しい気分が台無しになる。それよりサナ、俺の通帳持ち出しただろ。何のこと？とぼけるな。俺の机の鍵が壊されて中にあった通帳と印鑑がなくなっていた。通帳と印鑑一緒に置いておくなんてバカメルデシ。ということはやっぱりサナが持ち出したんじゃないか。バレたか。家の中の机に鍵かけるなんて私を信用してないのね。結局持ち出しただろ。まさかお金使ってないだろうな。使ったに決まってるじゃない。しかもたったの50万ポッチ。もっとあるかと思っていたのに。もう使い切ったのか。どれだけ浪費すれば気が済むんだ。テンション下がる。そんなことばっかり言ってたら本気で離婚届書くよ。え？ただの脅しだと思っているよね。そういうわけじゃないが。そうなったら私を失うことになるんだよ。分かってんの？君が本気でそんなことを言ってるとは思えない。本気に決まってるでしょ。 ATM としての価値がなくなったら即離婚よ。いやいや、そんな簡単に離婚なんてできないよ。私を舐めてんのね。こうなったら離婚届書いて見せてやる。そこまでするの？でないと信用しないみたいだし、やっぱバカにははっきり現物を見せる必要があるみたいね。君の本気度を見たら俺も今後のことを考えるよ。そうすれば私の ATM になる覚悟ができるってわけね。マジ面倒な男。俺はただの脅しには乗らない。君の言葉は嘘っぽくしか聞こえない。あったまきた。こうなったら今から区役所行って離婚届もらってくる。マジなのか？私が本気だってことを教えてやるよ。わかった。でも見たらショック受けるかも。それならますます書いて見せたくなった。性格悪いな。顔がいいから全てカバーできる。それに比べてあんたは何もない。その上私を失ったら生きてる価値もないかも。なかなかひどい言われようだ。私って素直だから。それは知らなかった。まだまだあんたの知らない一面があるかもよ。それはぜひ知りたい。例えば？ブランドが好き、贅沢が好き、何よりお金が大好き。全部知っている。気づいていないかと思った。バカでも気づく。つまんない男ね。あ、そうだ。そんなことより私来月友達と旅行に行くから、その分のお金もよろしくね。旅行ってなんだよ。毎日あんたの顔見てたら気分が腐るだけだから、たまにはパーッとお金も使いたいし。お金はいつも好きに使っているじゃないか。あんたの目の届かないところでのんびりしたいの。そんなことばかりしてたらお金がいくらあっても足りない。あんたは私に貢ぐしか能がないんだから、バイトでも何でもして稼げ。私の趣味の邪魔をするな。お前に趣味なんてあったのか？趣味は浪費よ。これ以上楽しい趣味はないわ。頭大丈夫か？私も頭の中にダンサーがいるわ。はい？いつも歌って踊ってるの。タラリララーン。ノータリーン？そうじゃない。とにかく私にはお金がいるの。稼いで稼いで稼ぎまくる。さっきも言っただろ、無駄遣いばかりするな。うるさい。私に意見するな。うざい。あんたは私に贅沢させることだけ考えてりゃいいんだよ。翌月。ちょっとどうなってんの？キャッシュカード使えなくなってるわよ。お前が毎月給料を下ろしていた銀行のキャッシュカードか？それしかないでしょ。それなら口座解約したから。どういうこと？じゃ給料はどこに入るの？もちろん俺の銀行口座。意味がわからないんだけど。振り込み口座を変えたんだよ。やっと切り替わって前の口座は解約した。私に黙って何勝手なことしてんのよ。じゃあその口座のキャッシュカードよこせ。それは断る。あんたに断る権利なんてない。離婚されたくなかったら今月も給料全額渡しなさい。もう離婚したじゃん。は？だって君が離婚届書いてくれたから。まさかあれ出しちゃったの？速攻で出した。嘘でしょ。だってあなた私が記入済みの離婚届見た時泣きそうだったじゃない。うん、あまりにも嬉しすぎて。うつむいて泣くの我慢してたでしょ。ブルブル震えてたし。いや、笑いをこらえるのに必死だった。まさに小躍りしそうだったよ。イエーイってね。俺の頭にもダンサーが入ってきた。あんたってそんなキャラだった？たまにはキャラ変も悪くない。プレテンじゃない。悪い、嬉しさのあまり乗ってしまった。 ATM が踊ってどうする。それは卒業した。卒業証書渡してない。
離婚届で代用ということでありがたく頂戴いたしました。感謝感謝です。ふざけてんの？いや、調子に乗ってるだけだ。なんなのよもう！今すぐ帰る！私の美貌を目の当たりにしたら考えも変わるはずよ。旅行は明後日までだろ。慌てて帰ってこなくていいよ。それにどこに帰るんだ？私たちの家に決まってるでしょ。それで新しいキャッシュカードをもらう。俺、他人にカードを渡すほどバカじゃない。それにその家はもう引っ越したよ。は？君が旅行に行ったその日にね。嘘！君の旅行に合わせて手続きしていたんだ。君の荷物は君の実家に送っておいたよ。着払いで。せっこ！君に散財されていたからお金がないんだ。せっかく私の夫という地位を与えてやったのに。何の得もない地位だった。私をバカにして、ただじゃ済まないわよ。うん、ただじゃ済ます気はない。慰謝料を請求する。何それ。旅行って浮気旅行だろ。確かに俺の知らない一面があった。なんでそれを。外出が多い上に半端ない散財、そりゃ怪しいと思うじゃないか。だから調べてもらった。バカだからわからないと思ったのに。残念だったな。でも安心していいよ。何が？これからもお前の大好きな ATM に通えるぞ。私に新しいキャッシュカードくれるの？どんな思考回路だ。これから俺の慰謝料を払うために毎月 ATM に通うんだよ。そんな、ひどい。私働いてないからお金ない。働け。また歌ってあげるから負けて。俺の前で歌ったら慰謝料は倍だ。破壊力あるって言ったじゃない。それだけインパクトある歌声ということでしょ。インパクトは確かにある。わかった、私歌手になる。は？それでアイドルになってバンバン稼いで慰謝料払う。アイドルって投資か。私なら大丈夫よ。早速オーディションに行ってくるわ。まあ止めはしないが、君の歌を聴く審査員が気の毒だ。じゃあそういうことで、これから忙しくなるわ。私のサイン欲しがってもあんたなんかにあげないから。俺は離婚届にサインをもらえただけで十分だよ。じゃあね、タラララ。後日だ。元妻は親が止めるのも聞かず、本当にオーディションに行って落ちまくっていたそうです。先方から二度と来ないでくれという苦情すらあったとか。実家でも大声で歌の練習をして近所の人に怒鳴り込まれ、とうとう追い出したそうです。義母からお詫びの連絡があって、そんな話をしていました。それからやっとアイドルになることは諦めたようで、今はスーパーでパートをしながら細々と暮らしているとか。使った俺の貯金も慰謝料に換算しました。もっとも、あの通帳はダミーで、しっかり貯めた通帳には1000万あったんですけどね。別に保管しててよかったです。俺は一人になって憂いがなくなり、仕事に打ち込めるようになりました。おかげで今度昇進が決まり、給料も大幅アップ。当分の間は一人で頑張りたいと思います。あんた何逃げてんのよ。人がせっかく夕飯作ってやってたのに。何？誰？これナオの LINE だよね。もしかしてさっきの変な女？変な女とはなんだ。あなた誰よ。なんで人の家でキッチンで料理してるのよ。しかもなんでナオの LINE に出てるの？俺だよ、俺。ナオだよ。ナオ？本当にナオなの？そうだよ、何逃げてんだよ。家に女がいたのよ。やったら体のでかいおかしな声の女よ。可愛い声だったでしょ。だいたい顔も見ずに飛び出したじゃない。だって私が家の中に入ったら、おかえり、今日もお疲れ様なんて声かけてくるのよ。気味悪いじゃない。ねぎらいの言葉かけてもらって気味悪いとはなんだ。失礼なやつだな。出張から帰ったら家に知らない女がいたのよ。誰って誰でもなるでしょ。どういうことよ。ちょっと落ち着けよ。あなた浮気してたのね。私が海外出張中に女連れ込んでたの。だから落ち着けって。俺が女なんか連れ込むわけないだろ。じゃああの女は何なの。あなた今どこにいるのよ。家にいるよ。あれ、俺だけど。は？キッチンに立ってたのは俺だよ。はい？ちょっと何言ってんのかわからない。だってピンクのスカート履いてたわよ。おまけにフリフリのエプロンまでつけて、髪の毛もウェーブがかったセミロングだったし、浮気の言い訳にしてももうちょっとマシな。浮気じゃない、あれは正真正銘の俺だ。あのウィッグは私のお気に入りよ。ふざけないでよ。大真面目だ。お前にはカミングアウトしてやろうと思って清掃して待っていてやったのに逃げやがって。カミングアウトって何？
俺はこう見えて中身は女なんだ。え？だから女は愛せない。俺が好きなのは男だから。よって俺が女なんか家に連れ込むわけないんだ。連れ込むとしたら男だ。は？ごめん、ちょっと頭がついていかない。だから当然だが、お前のことも全く愛してない。俺の本来の姿をお前に披露することにしたんだ。ちょっとすぐには信じられないんだけど、まさか嘘だよね？もちろん本当だ。じゃあなんで私と結婚したの？好きでもないのに。カモフラージュだ。なんなのそれ。俺がトランスジェンダーだってことは親も知らない。会社の連中に知られるのも嫌だ。バレないためには結婚するのが一番いいと思ったんだ。意味わからないんだけど。だからお前ならちょうどいいと思ったんだ。ちょうどいいって何が？お前はブスだしババアだし、放っておいたらどうせ一生独身だから結婚してやったんだ。ありがたいと思え。全然ありがたくないけど。お前だって結婚できたんだからいいじゃないか。俺はお前の理想の男を演じてやっていたんだ。感謝しろ。これって悪い冗談じゃないの？なんかいろいろ無理なんだけど。頭パニクってて理解できない。冗談なんかじゃない、これが現実だ。口で言っても信用しないと思ってドレスアップして待っていてやったのに。じゃあ、あれ本当にナオなの？さっきからそう言ってるだろ。とにかく早く帰ってこい。俺を見ればわかる。わかった、とりあえず帰る。帰って私を見たら驚くわよ。あんたなんかよりずっと綺麗なんだから。私はヒロコ、30歳。半年前に結婚しました。夫は私より4歳下、同じ会社に勤めてます。私も30になり、同級生や友人がどんどん結婚したり子供を産んだりしているのを見て少々焦り気味だったところに、夫から交際を申し込まれたのです。結婚するなら男らしい人なんて思っていた私にとって、背も高く筋肉隆々でたくましい上にグイグイ来る彼は私の理想にぴったりでした。それに夫が私に仕事を続けても構わないと言ってくれたのも結婚の決め手でした。私は今の仕事が大好きです。外資系の商社で、私の部署は特に海外出張が多く、月の半分は出張ということもあるのです。でもその出張から帰ったら、夫がまさか女性になっていたなんて。私は頭の中が整理できないままなのに、この日以来会社ではマッチョで男らしい夫が、家では女性の格好をしているという奇妙な日々を送ることに。しかもこの後、夫はさらにとんでもないことを言い出すのです。1週間後。ヒロコ、お前に話したいことがある。まだ何かあるの？私今の状況だけでもういっぱいいっぱいなんだけど。実は俺には彼氏がいる。はい？その彼とうちで一緒に暮らすことにした。ますます意味わからないんだけど。ただ俺はまだ彼に結婚したことを言ってない。まだってそれって結婚前から付き合っていたってこと？そうだよ、それがどうかした？ますます理解できない。お前の理解なんてどうでもいい。よくバレなかったわね。お前は出張ばっかりだったから全然支障はなかった。ねえ、結婚しても仕事続けていいって言ったのってそれもあったの？そうだよ、結婚してもほとんど家にいないなんて理想的じゃん。毎日家に女がいたら気持ち悪いし。なんなのよそれ。でも結婚したなんて知ったらその浮気相手怒るんじゃないの？浮気じゃないし、それに結婚したと言っても相手は女だし、彼にしても浮気じゃないことは明白だ。だからきっと問題はないと思う。なんかもう驚くのにも疲れてきた。それに一緒に暮らすためのカモフラージュ結婚だって言えば彼も理解してくれると思うのよ。っていうかむしろ喜んでくれるんじゃないかと思って。馴染めないからその言葉やめてよ。で、あの家に3人で暮らすっていうの？そういうこと。グッドアイデアでしょ。それを考えるとワクワクするし、もうウキウキなのよ。そんなことできるわけないじゃない。どうしてよ。あんたは愛し合ってる者同士を引き裂くっていうの？そんなひどいことするの？そういう問題じゃないでしょ。他にどういう問題があるっていうんだ？いろいろ問題やりすぎ。さすがにもう無理だよ。どうしてよ。俺はイケメンだし、会社では期待もされてるエリートだ。お前にとっちゃ俺と結婚できたことは自慢のはずだ。何が自慢よ、全部嘘じゃない。どこが嘘だ。俺がお前より若くてイケてるのは事実だ。そんな俺がお前みたいな生き遅れの豊島ブスと何もなくて結婚するわけないだろ。ちょっと考えりゃわかることだ。
ひどい。俺様は我慢してお前なんかと一緒に暮らしてやってるんだぞ。お前だって少しぐらい我慢するのは当然だ。絶対嫌。今さら嫌だと言ってもどうしようもない。俺たちは結婚したんだ。お前も現実を受け入れろ。大体俺はお前の望みを叶えてやったんだ。私が何を望んだって言うのよ。お前結婚したかったんだろ。30になっても彼氏の一人もいなくてよ。焦ってんの見え見えだったんだよ。だから俺が誘ったらホイホイ乗ってきたんだ。それは俺たちはウィンウィンの関係なんだよ。俺は秘密を隠し通せる。お前は理想の男と結婚したと周りに思われる。お互いに言うことなしじゃないか。文句言われる筋合いは何もない。それは結婚前に聞かされていて私が承諾した場合じゃないの。こんなの騙し討ちよ。人聞きの悪いこと言うな。お前は望み通り好きな仕事を続けられるんだぞ。理解のある旦那だってみんなに思われてますますお前の株も上がるんだ。何自分勝手なこと言ってんのよ。全部ナオの都合じゃない。もしかしてお前は俺のことを見下してるのか。そういうの偏見って言うんだ。話が飛びすぎてるよ。今そういう話してないでしょ。お前が言ってるのはそういうことだ。なんでそうなるのよ。全然違うわよ。俺が彼氏と一緒に暮らすことを認めないということはお前がそういう人間を認めない差別主義者だってことだ。違うから。それはそれ、これはこれでしょ。人の生き方はそれぞれだから。そんなことをとやかく言う気はないわ。じゃあいいってことだな。だからそれとこれは別だって。別じゃない。お前が何と言っても俺は彼とここで一緒に暮らすから。だから嫌だって。もういい加減にして。何言ってるの。私たちの愛を邪魔する権利なんて誰にもないんだから。10日後。なお、私いろいろ考えたけど、やっぱり私どうしても受け入れられない。夫の浮気相手が男だなんて。浮気相手とはなんだ。失礼なやつだな。俺は浮気なんてしてない。彼とは純愛だ。純愛だろうがなんだろうが私には無理。だから離婚する。は？そんなこと俺は絶対に認めないぞ。俺が彼と暮らすためにはお前というカモフラージュが必要なんだ。そんなこと知らない。好きな彼がいるなら二人で勝手にやってよ。私を巻き込まないで。もしどうしても離婚するって言うならお前が生意気にも浮気したと周りに言いふらすぞ。はあ？浮気してんのあんたじゃない。だから俺は浮気じゃない。最初から彼が本命なんだ。もう浮気でも本気でもどっちでもいいわ。いずれにしてもこれ以上ナオと一緒に暮らすのは無理だから。いいんだな。俺はお前の仕事を認めてやったのに、お前は仕事にかこつけて浮気をして俺を裏切った。ひどい女だということになっても。何めちゃくちゃなこと言ってるの。本当にそんなこと言いふらす気。当たり前だろ。まだ結婚して半年だぞ。こんなに早く離婚したら周りにいろいろ聞かれるだろうが、そこには正当な理由が必要だ。それも絶対に俺が悪くない理由だ。ふざけてるの。全然ふざけてなんかいない。わかった。そんなこと言うなら私はあなたのご両親に本当のことを言うわ。は？お前の方こそふざけんな。こっちこそふざけたりしてないわ。俺の親父は昔気質で男は男らしくってのが信条なんだ。だから？だから俺は親父の期待を裏切りたくないんだ。そんなこと私は知らない。お前は年取った親を傷つける気か。それでも人間か。トランスジェンダーは悪いことじゃない。親には正直話すべきよ。そんなことができたらもうとっくに話してる。あなたが勝手に受け入れてもらえないって思ってるだけでしょ。差別してるのはあなた自身なんじゃないの。これはそういう簡単なことじゃないんだ。お前には俺の気持ちなんかわからない。ええ、わからないわ。苦しかっただろうとは思うけど想像でしかないから。そう思うなら協力してくれてもいいだろう。それは無理。誰にも言えなかったというあなたには同情するけど、だからって何をやってもいいわけじゃない。仕方ないだろう。他にいい方法がなかったんだ。あなたの事情に私を利用しないでよ。ましてや自分の都合だけ考えて私を浮気者に仕立て上げるなんて言語道断。俺は誰にも知られたくないんだ。それはあなたの勝手でしょ。お父さんだってあなたのしたことを聞けばそっちの方が許さないと思うわ。頼む。親父に言うのだけはやめてくれ。親父は俺を男らしい息子だと思ってるんだ。あなたの親でしょ。あなたのことを知る義務があると私は思う。お前には関係ないだろう。
そうよ、私には関係ない。その関係ない私をあなたが自分の都合のためだけに利用した、絶対に許せない。だってお前にとっても悪い条件じゃなかっただろ。まだそんなこと言ってるの？本当は黙って離婚するつもりだったのに。あなたがそういう卑怯な言い訳するならこっちも黙って引き下がる気はないから。でも親には言うな。じゃああなたが自分の口から言いなさい。だからそれは無理なの。今さらそんなこと言えないって言ってるじゃない。じゃあ私が言うしかないでしょ。私だって私が浮気したなんて思われるのは心外だから。お願いやめて。ひろこが浮気したというのは撤回するから他の理由を考える。ひろこが家事もできないとかだらしないとかがさつだとか。なんなのそれ、信じられない。あなたってどこまでも自分の保身なのね。もう絶対にご両親に話す。ああ悪かったわ、ごめんなさい。他に何か理由を考えるから私を守って。私には無理。あなたは自分の今後のことを自分で考えて。お願いよ、このことは誰にも言わないで。一生のお願いだから。じゃあ二人でご両親のところに行きましょう。ああ待って、お願いします。それだけは許してください。覚悟しといてちょうだい。お願いよ、許して。後日談。結局夫を無理やり義両親の元に連れて行き全てを話しました。二人とも大激怒。もちろんそれはそんな理由で私と結婚したことにです。お二人とも私に謝罪してくださり、浮気と騙していたことに対する慰謝料もしっかり払わせると夫に約束させてくれました。でもその後、夫が結婚したことを聞きつけた夫の彼が会社の前で夫を待ち伏せ、女と結婚するなんて最低なんて言ってビンタを食らわせ、夫は別れを告げられたようです。結婚はカモフラージュなのなんて言って、夫は彼にすがったため私を騙して結婚までしたことが会社のみんなにバレ、そのことで周りから罵られて居づらくなり会社を辞めました。でもそれから数ヶ月後、夜の街で彼を見ました。私への慰謝料を払うため働いているようですが、お化粧してドレスを着ていた彼は前よりずっと生き生きして楽しそうに見えました。彼のご両親も今の彼を少しずつ受け入れようとしているらしいです。やはり人間無理をせずありのままに生きる方が幸せなんだなと改めて思いました。私も結婚ということに振り回されず自分が思う人生を歩んでいきたいと思います。今どこだ？今？病院にいるよ。おい、そこから今すぐ逃げろ。なんで？いいからすぐに逃げるんだ。いきなり逃げろって言われても一体どうしたのよ。説明してる暇はない。屋上にヘリを向かわせたから乗れ。屋上ヘリ？何事なの？危険が迫ってる。早くするんだ。私車椅子だよ。屋上なんて行けないよ。病院長に話は通してある。もうすぐ補助の職員が来てくれるはずだ。本当にどうしたの？私誰かに狙われてるの？それは後でゆっくり話す。頼むから今は黙って俺の言うことを聞いてくれ。わかったよ。そういえばね、今日ね、リハビリで10メートルも歩けたんだ。それも後でゆっくり聞く。俺も合流地点に向かうから後でゆっくりな。うん、なんか怖いな。心配はいらない。お前のことは俺が守るから安心してくれ。ありがとう。じゃあ後で。私はスミカ、33歳の主婦です。7つ年上の夫とは2年前に結婚。夫は大きな会社を経営しており、何不自由ない生活をさせてもらっています。とはいえ私は車椅子生活。あれは傭兵と付き合う前のこと。私は傭兵主催のパーティー会場の階段から落ち半身不随になってしまいました。あの時誰かに強く押された気がしたのですが、警察は事件性なしということで捜査はしてもらえず、夫が今すぐ逃げろと言った時、ふとその時のことがよぎりました。もし私が誰かの恨みを買っているとしたら、また同じような目にあったら、そう思うと急に怖くなってきました。私は病院の職員の方に補助していただきヘリに乗り込みました。しかし目的地に到着しても夫の姿はなかったのです。数分後。あなたどこなの？言われた通りヘリで逃げたのよ。よかった。どういうことなの？ボディーガードまでつけるなんて。いい加減説明して。実は君のその足、俺のせいなんだ。え？小雪って知ってるよな？
私の高校の同級生の？そうだ、小雪が犯人かもしれない。嘘でしょ？実はスミカと付き合う前に小雪と付き合ってた。え？そうだったんだ。きちんと別れたつもりだったが、あっちは納得してないようで、最近頻繁に連絡があるんだ。おそらく俺が結婚したもんだから君が恨まれたんだろう。そのことをいつ知ったの？さっきだよ、小雪が LINE してきたんだ。今病院でスミカを見つけた。今日で決着をつけるって。そんなことを？慌てて電話したら、いろいろと言い訳してたけど、スミカが2年前階段から落ちた時、一緒にいたのは自分だって言ってた。誰かに押された気はしたけど、まさか小雪だったなんて。確かパーティー会場で偶然会ったんだよな。俺も君たちが同級生だったなんて知らなかったし。私、小雪とそんなに仲良くなかったもの、パーティーで会って驚いたわ。あの時はまだ小雪と付き合っていたから。小雪っていい子だもんね。でも俺のせいで君の大事な足が。本当に申し訳ない。あなたのせいじゃない。悪いのは小雪でしょ。今でも小雪は俺のことを諦めていないんだ。もうあなたは結婚したのよ。その結婚は間違いだったと話を聞いてくれないんだ。スミカの本性を分かってない。どうしても別れないなら、スミカをこの世から消すしかないって。そんな恐ろしいこと。警察に相談してくるよ。このままじゃ本当にやりかねない。動いてくれるかしら。2年前の事故も事件として捜査してくれるよう頼んでみる。小雪が犯人だとしたら、とてもじゃないが許せない。でもあなたは車椅子になった私を妻にしてくれたわ。私それだけで十分よ。スミカ、一度私に小雪と話をさせてもらえない？刺激するようなことはしない方がいい。こんな足にされたのよ。私にも何か言う権利はあるでしょ。塀の中に行ってしまったら話もできないし。連絡先知ってるのか？知らない。後で教えて。わかった。今はホテルだよな。うん、ボディーガードに連れてきてもらったわ。居場所はバレていないはずだが、十分気をつけてくれ。わかってる。数分後。いつまで傭兵につきまとうつもり？私は真実を伝えたいだけ。傭兵は私の夫なの。これ以上近づかないで。たまたまあなたを病院で見かけて久しぶりに顔を見たら、怒りがピークに達したわ。あなたこそいつまで芝居してるの？何の話かしら。傭兵を騙して結婚したでしょ。足だって何ともなくて本当は歩けるくせに。何を言ってるの。自分がお金持ちの社長と結婚できなかったからっていつまで悲願でるのよ。悲願でるんじゃない。あなたみたいな性悪女に傭兵が騙されたことが許せないの。階段から私を突き落としたのはあなたってことになってるわね。傭兵がそう言ってたわ。私がそんなことするはずない。あの時私が落とされそうになったの。それを傭兵に話しても全く信じてくれなかった。そりゃそうでしょ。傭兵は私のことを愛してるんだもの。あの日どうしてあなたがパーティー会場にいたの？傭兵と接点なんかなかったはずよ。知人に呼ばれたのよ。私が傭兵の彼女だと知ると、あからさまに嫌な顔したわよね。そう？似合ってないなとは思ったけど。少し時間が経った時あなたに階段の上に呼び出された。あなたは私を突き落とそうとして揉み合いになったの。そしてなぜかあなたが落ちた。なぜあんなことしたの？あんたを犯人にすれば傭兵はあんたを捨てるでしょ。じゃあなぜあの時に犯人は小雪だと言わなかったの？怪我をしただけで十分傭兵の気を引けたからよ。あなたが犯人という切り札はいざという時のために取っておきたかったの。私は犯人じゃない。あなたが勝手に落ちただけ。もう昔のことはいいじゃない。今は幸せを手に入れたんだし。自分のパーティーであんな事件が起きて罪悪感を感じた傭兵はあなたと別れ私を選んだ。そりゃあなたはさぞか幸せでしょうね。足が悪いおかげで家政婦に全部家事はやらせてるし、本当に快適よ。あなたが手に入れるはずだった生活なのに、いただいちゃってごめんなさいね。いつまで傭兵を騙すつもり。そろそろリハビリの効果が出たことにしてもいいけど、まだこの快適な生活も捨てがたいわね。傭兵のこと愛してないの？ ATM としては優秀よ。でも傭兵のことはお金としてしか見れないかな。ひどい。こんな最高の物件をあなたが譲ってくれたから、私こんなに幸せでいられるのよ。愛してないのね。傭兵なんか愛してないわ。お金は愛してるけど。ありがとう。
それで十分だわ。何が？今のトーク全部見せてもらったよ。え？今小雪と一緒にいるんだ。ちょっと待って、どういうこと？今日のことは全部小雪と仕組んでやったことだ。騙したの？先日小雪からある動画が送られてきた。夜の繁華街を高いヒール履いた君が男と歩いてるところだ。そんなわけないでしょ、私車椅子なのよ。そんな女の作ったフェイク動画を信じるっていうの？最初は信じられなかったよ。でも動画は一つだけじゃない。俺が出張のたびに君は出かけてたそうだな。家政婦が証言してくれたよ。あのババア。そして先週の出張の時に探偵をつけた。小雪の動画よりも鮮明な写真と動画が送られてきた。ヨヘ、違うの。私歩けるようになってたけど、あなたを驚かせたくて黙ってたの。あなたの誕生日に知らせたくって。つまんない言い訳はいらない。もう全部わかってるんだ。今の小雪との会話が何よりの証拠だよ。俺の金が好きなんだろ？違う、ヨヘ、信じて。よくも2年間も俺を騙してくれたな。小雪からも何か言って。私そんな女じゃないよね。私があなたをかばうとでも思った？私たち友達じゃない。そんな風に思ったことなんか一度もないわ。ヨヘ、私はあなたを愛してるの。うるさい、黙れ。あなたがいないと生きていけない。俺の金がないとの間違いだろ。はぁ、やっぱりダメか。さっさと本性を出せよ。結構痛かったのよ、階段から落ちるの。それも自作自演だったんだな。あなたも涙目の私にときめいてたじゃない。怪我をして歩けなくなった君を守らなければと思った。そして小雪とさよならしたんだ。小雪には悪いことをしたと思ってる。傭兵が住処を選んだ時、人生が終わった気がしたわ。でもいつか傭兵に気づいてほしくてずっと住処を追ってたの。すごい執念。てか暇人。何と言われてもいい。あなたの化けの皮は私が剥がしてやった。傭兵、いいわよ、離婚しましょう。浮気の慰謝料なら払うわ。その前に財産分与もらうけど。最初からそのつもりだったんだな。あなたの莫大な財産さえもらえば別に離婚したって構わない。財産分与の意味知ってるよな。あなたの財産を半分こよね。結婚してる間に2人で気づいた財産のことだ。へえ、2年間だけってこと？この2年間会社の業績は過去最高に悪かった。役員報酬を大幅にカットしたんだ。生活費はほとんど君にあげてたし、財産と呼べる貯蓄はないよ。家があるじゃない。この豪邸はどうするのよ。それは俺が独身の頃に買ったものだから分与の対象にはならない。じゃあベンツとフェラーリも俺のものだ。じゃあ私がもらえるのっていくらなの？口座に入ってる100万を半分こだから50だな。はあ？たったそれだけ？君が随分お金使ってくれたせいでこれだけしかなかったよ。俺は浮気の慰謝料を請求させてもらう。無理よ、50万しかないのに払えるわけないでしょ。動けるくせに家政婦なんか雇って貯金しなかった君が悪いんだろ。2年とはいえ私たち夫婦としてうまくいってたじゃない。上辺はな。少しくらい情ってものはないの？1ミリもないね、憎悪しかない。助けて、お金がないとここを出ていくこともできないわ。どっか住み込みで働けば。知り合いの旅館でも紹介するわよ。それがいい。見た感じ足腰も大丈夫そうだったし、率先力になるんじゃない？早く俺の家から出ていけ。この町からも日本からも出てってほしいぐらいだ。お願い、そんな寂しいこと言わないで。君が買ったブランド物も財産分与で半分こにしよう。そんな、あれだけはダメ。俺の金で買ったものだ。あとは弁護士から連絡させる。君とは今日限りで終わりだ。お願い、捨てないで。小雪、君を裏切って傷つけて悪かった。いいの？よかったら今夜食事でも行かないか？害虫駆除できた記念に。喜んで。じゃあ初めて会った店で19時に。わかったわ。私を無視しないで。後日談。傭兵です。住処とは弁護士を通して離婚し、慰謝料もしっかり請求しました。財産分与の50万は慰謝料として差し引き、残り150万を請求。誰かにお金を借りたのか、狭いアパートに住みながら石鹸の香りがする仕事に就いたそうです。
僕は小雪とよりを戻しました。住処に逆恨みされるといけないので住んでいた家は売り払い新しくマンションを買いました。2年間僕のことを心配し見守っていてくれた彼女こそが運命の人であると思っています。住処とは違い家のことは安心して任せられるので仕事にも集中でき会社の業績も上がってきました。一生かけて彼女を幸せにします。